こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジ。はい。16回目ということでね、はい、長寿番組になってきましたね。まだまだか、まだまだ、はい、まだまだですが、はい。はい。まあ、この番組は、はい、ゆるくマネーについて語るラジオということで、はい、まあ本当にね、ゆるくね、お金、ね、まあ、最新のニュースだったり、はい、まあ、僕たちがやってるような投資の話だったり、はい、まあ、税制の話だったり、はい、まあ、先週はあれですかね、あのお参りの話とか目標設定の仕方についてお話しましたけども、はいはい、今日はどうしましょうかね。今日はそうですね、はい、まあ、年明けってことなので、ほう、一発目はやっぱり家計管理っていうのが、はい、まだこれはね1月に多分配信されるはずなので、そうですね、そうですよね、はいはい、じゃあ家計管理でいきましょうか。そうですね、家計の棚卸しと、家計の棚卸し、高山さんの得意分野じゃないですか。いや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 、私は本当節約できない女で有名なんでねえ、なんか、はい、いつからか節約イコール FP みたいになってるじゃないですか。そうですね、それっておかしいっすよね。まあそのそれぞれ得意分野はね、はい、あるかと思いますが、はい、まあだからもうお金持ち、お金持ってる人たちイコール FP がいいの、はい、いいので、あ、まあ、そういうになっていきたいね。高山さんはそういう感じにブランディングしてますもんね、はい、お金持ってる感すごいっすもんね何それ、なんかすごい嫌な感じしてでもだからなんかお金使うの悪みたいな感じで言う人いるじゃないですか、はい、FP でも、ね、ちょっと同じ、ね、業種なので、はい、あまり悪口は言いたくないんですけどはい、はい、なんかね、その人のことを非難するのも嫌なんですけど、はい、なんかお金使うのいいじゃないですか。だってお金使って相手にプレゼントがすれば、それで感謝されてみんなハッピーですし、自分もね、自分に美容とかかければ綺麗になって、で自分に会ってくれた相手が自分のこと見て可愛いとかと思ってくれたら、それでねお互いハッピーだし、いいことばかりじゃないですか。まあだから使い方に、まあだから使い方ですよね。だから使うなっていうのはちょっと言い過ぎなんですよね。使うですよ、使ってもいいよ、はい、その代わりメリハリつけてね、はい、っていうことですよね。そうそうそう、使いどころとためどころ、そうなんですよ、大事だよっていうところですね。そうですよね、はい、だからあの成城石井とかでね、高山さん買い物普通にしてますし、はいね、このちょっとバーブリーな感じで、バーブリーな感じでね言ってね、まあ大好き、成城石井大好きですけど、でもそういうふうに心が、はい、貧しいと、はい、絶対貧乏になりますから、もう絶対って言いますね、 100% 貧乏になりますよ、はい、だってそういうふうにお金の素養がそこにとどまっちゃってるんですからやっぱり自分の目標とする部分、はい、この箱、はい、箱の大きさを決めちゃうと、うん、その箱いっぱいまでしかお金たまんないですから、うん、だからそこを跳ねのけて跳ねのけて、はい、そうそうそう、だからといって収入がたまればたまるほど使っていいってわけじゃなくて、はい、それがまたちょっと違いますもんね。やっぱりね、ある程度ケチな部分と使っていい部分っていうのを切り分けて、はい、っていう感じでちょっと僕話しちゃったんですけどすいません、家計のね、はい、棚卸し、棚卸し、はい、どんな感じすればいいですか。あ、でもあのその、まあ、お金貯まってる人っていうの傾向を見ていると、はい、やっぱりその支出の分析っていうのをちゃんとやってる人が多いなというのがあって、まあ、結構その今その例えば食費とか家賃とかそういう項目に対していくら使ってますかって聞くと、はい、お金貯まってる人って、あ、2万円とか5万円とか結構出てくるんですよ。すぐ出ますよね、すぐ出ますよね、はい、でもお金貯まってない人ってうんみたいな、うん、何使ってるか分かんない、分かんないみたいな感じの方が非常に多いなというのが思うので、そうですよね、だからなんか支出の分析しろって言われた時に、うん、もう1円単位までやらないといけないから嫌だって言うんじゃなくて、そうそうそう、もうざっくりでいいんですよね。ざっくりでいいので食費に5万円、そう、交際費に3万円、そう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 、家賃でいくら、そう、だから毎月大体出てっていうのが20万、じゃそれより増えある部分については全部貯蓄に回そうみたいな感じにすればいいですよね、うんうん、そう、あのまずやっぱざっくりでいいので自分が把握できてるかどうか、はい、何にどれだけ使うかっていうその自分のお金の使い方の癖をつけるって、あの見極めるってことが大事、まずそれが第一、はい、それがまず収入と支出の分析をしよう、分析をしましょうっていうことですよね、はい、なるほど、はい、そしてでもあとやっぱり、はい、あの貯蓄もしないといけないので、うんうん、基本的には手取り金額の2割を貯蓄、まあ、先取りでやりましょうっていう感じですかね。手取り金額の2割、はい、例えば30万円収入があれば、はい、6万円、6万円、はい、6万円は貯蓄
口座に投資はしないんですか？あ、そう、その6万円の内訳がね、なるほど、結構あると思いますけども、やっぱりよく貯蓄するって言って一つの口座だけで貯蓄しちゃうと、お金貯まったは貯まったんだけど、例えばじゃあ結婚費用のためにお金貯めてたとしても、その前に冠婚葬祭とかが来ちゃうと、うんうん、そこの貯蓄口座からお金を支払っちゃって、はいはいはい、結局お金貯まってないっていうことになってしまうんで、うん、はい、まあ、そのやっぱりあの箱を分けるってことですね。結婚費用代とか旅行代とか、はいはい、あと老後費用代とかっていう感じで、なるほど、でそこに向けてお金を貯めていくっていう感じが重要ですね。ちなみに高山さんは口座は何個持ってるんですか？はい、何個持ってるんだろうね、はい、結構小分けにしてます。小分けにしてます、はい、教育費用代とか、うんうん、あとはそうですね、老後資金代、はいはいはい、そうですし、あとは日常口座でしょ、はい、あと結構私買い物好きでお金使うんで、はい、余暇口座みたいなやつとか。余暇口座ね、はい、まあ、そうですよね、はい、はいはい、なんかちょっと本いろいろ読みすぎて、はい、どの本だったか忘れちゃったんですけど、はい、まあ、5個ぐらいの口座に分けるといいとうん、うん、まず1個目が日常口座、はい、で2つ目が貯蓄用口座、はい、本当にこれ貯蓄するだけの口座ですね、はい、で3つ目が投資口座、投資する用の口座、ね、はいはい、で4つ目が自己投資口座。自己投資大事ですよね。自己投資大事ですよね、うん、はい、で5つ目がプレゼント用口座、人にプレゼントする。でちょっと思い出したんですけど、もう1個ありまして、はい、もう1個がミリオネア口座っていう。ミリオネア口座、はい、おう、これなんだろうな、本田健さんの本かちょっとロバート清崎さんかどっちかっぽいの本かちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、まあ、そんな感じの6個の口座があって、はい、まあ自己投資はもうとかも大丈夫ですよね。そうですね。プレゼント用口座っていうのは、はい、まあ、金額多くしすぎないで、うんうん、まあ、毎月1000円とかでもいいんですよ。あ、まあ、1000円ずつ入れて、うんうん、貯まった時に誕生日とかであげたいとか、うん、まあ、結婚されてる方であれば、ね、奥さんとか旦那さんにあげたいとか、うんうんうん、そういう感じで、はい、友達とかでもいいんですよね、はい、でお金持ちの人たちは人にプレゼントするのが大好きなんですよ。あ、確かにね。でお金を使ってその人を喜ばせるっていうことをやりたいんですよね、うんうんうん、なるほど、はい、うん、でじゃあお金持ちにならないうちにそれをプレゼントしてないっていうと、じゃあいつになったらお金持ちになるのか分かんないじゃないですか、うん、だからお金持ちの人たちがやってるようなことを真似するんですよ。なるほど。それを習慣化させるんですよ、うん、はい、でミリオネア口座については、はい、例えば今残高に100億あったとしたら100億、それ使い切れますかね。まあ、使い切れないですね。使い切れないですよね、はい、本当にもう毎年10億バンバンってやれば10年でなくなります。でもそれでも10年かかるんですよ。そうです。そうですよね。なので、はいはい、そういうふうに一生引き出せないようなお金があるはずなんです、うん、お金持ちになったら使い切れないっていうもんね。そうお金持ち、ね、そうだからそれはお金ないうちから、うん、もう1000円でも2000円でもいいので、はい、もう毎月積み立てておいて、はい、で結局その積み立てたお金は引き出せないから多分相続とかに回っちゃってもいいので、うん、まあ、寄付でもいいので、はい、そういうふうにミリオネア、お金はお金を磁石として引き寄せるって言われてるんで、うん、そういうふうにやった方がいいよって書いてありまして、あ、じゃあもう自分がミリオネアになるだろうと、そうなんですよ、いうのを想像して口座作って、はい、そうなんですよ、そこにお金を投じていくっていう、そうなんです、そうなんです、はい、で僕もね、うん、就職してからずっとその口座をやって、え、ミリオネア口座持ってるんですか？ミリオネア口座持ってますよ。初耳ですけど。ただ引き出せないですから、引き出せないやつなんで。なるほどなるほど、はい、でプレゼント用口座今0円です。ちょっとね、言ってることやってること違うね、まあね、ちょっと起業してね、でも、まあ、今少しずつまたプレゼント用口座に入れていこうかな。なるほど。でも日常口座、はい、自己投資、投資とかはやってますからね。なるほどなるほど、うん、はい、そんな感じで、うん、口座を分けるっていうのは、ね、まず一つ大事かなっていうところですよね。そうですね、うんうん、はい、はい、じゃあその次は口座を分けたら、まあ、あとはだからそのじゃあ例えば口座がいっぱいあったらその資産の管理大変ですね。大変。負債の管理とかも。そしたら、はい、でもこれ毎回言ってね、マネーフォワード。ああ、でも家計の棚卸しって言ってるから、はい、資産と負債、はい、住宅ローンとか、はい、カードローンとか、うん、教育ローンとか、はい、奨学金とかの負債と負債、ね、あと資産は預貯金。預貯金
と株式、株式、はい、あと投資信託とか、あと自社株とかも入りますよね。そうですね、はい、あとお家持ってる方は、まあ、その一応時価の値段ですよね。一応時価のね、はいはい、車とかもそうだと思いますし、はいはいはい、あと意外にあの女性の方で昔あのブランドを結構買ってたのよねみたいな人いらっしゃれば、はいはいはい、それもあの大黒屋とかに持っていくとね、はい、あの資産になる可能性もありますね。あとヤフオクで売ったりとか、そうそうそう、あとはフリマアプリ、はい、メルカリでしたっけ、はい、とかでやったりとか、あのお金に売ればお金になるだろうというものは全部資産に入るんじゃないかなっていう感じですかね。そういうのをちょっと棚卸ししていただいて、棚卸ししてみて、はい、で本当のなんかその資産っていうのはいわゆるその毎月 あのお金というよりは純資産なんですよね。資産から負債を引いた純資産がどれだけ溜まってるかっていうのがポイントになるんじゃないかなっていうところですよね、うん、はい、なるほど。そして棚卸しをしたら どうするんですか。棚卸しをしたら、うん、あとは未来の予定を考えてお金を使う計画を把握していくってことですね。なるほど、はい、うんうん、まあ、漠然とこうなんかこうじゃ棚卸ししてじゃあ貯金してっていうことじゃなくって、じゃあ自分のこれからの人生に何年後にどんなイベントが待ち構えていて、うんうん、どれぐらいお金がかかるのかなっていうことをちょっと長期的に見ていくっていう、そこに対してどう費用を、まあ、貯めていこうかなっていうところが大事ってことですかね、うん、まあ、子供がいる方は、まあまあ、これから産むって方も含めて、はいはい、出産して、そう、じゃあいくら養育費かかるのか、はいはい、だから入学したりしたりしたら、うん、まあ、学校のお金とか習い事代とか、そう、ね、大学生になったら一人暮らし代とかも入りますよね。そうそうそう、でもこれもだって私立にするか公立にするかによっても全然違いますからね。そうですよね、で予備校通うか通わないかで全然違いますからね。そう違うし、はい、なのである程度、まあ、先のことは分からないですけど、でもどういうふうにしていくのかなっていう予想を立てていくってことは大事なのかなっていう感じですね。家計の棚卸しもしてちょっと赤字だったとか、あまり黒字じゃないとかっていう家計でいて、はい、で来年の予定も考えたら次は支出の見直しですか、うん、支出の見直しが入るってことですね、はいはい、じゃあお願いします。でもこれはまあなんかあの、まあ、一回その支出の分析を結構してもらうと何の項目に、まあ、結局どれだけ行動を使ってるかっていうのが見えてくると思うんですけど、はい、やたら多く、うんうん、あの使ってる項目があったら、はい、それをちょっと削減の対象になるかなと。なるほど。例えば、私の場合は昔あのまあ、コンビニ代とスターバックス代がすごいかさみまして、あ、はい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 、チョコチョコ買いご用心っていうことなんですけども、それはちょっとこう、スタバのカードとか作ってそこに例えば1万円なら1万円だけしか入れなくて、うんうん、でそれがもう終わったらスタバ飲まないみたいに一応仕組み化して削減したんですが、うん、なるほど、まあ、そういうようには例えば、使いすぎてる項目を削減したり、うん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 、あとはあの結構ね食品とかの削減頑張ってる人が多いんだけど、うんうん、あんまり効果はなかったりするんですよね。なるほど。あのそうやって毎月あの動く数字、変動費、そう変動費は食費とか交際費とかレジャー費ですね、レジャー費なんかは、はい、変動費って言われてますよね。なかなかあの毎月金額動いちゃうんで、うん、難しいんですよね。なるほど。じゃあ固定費を減らすってことですね。そう、それよりも固定費、保険料とか住宅費用とか携帯料金とか、はい、光熱費、そうっていうのを、それあの1回例えばじゃあ保険料3万円なのを1万円に削減できたら、はい、それも、まあ、1回見直す手間はありますけど、あとずっとこう2万円削減できたままいけるので楽なんですよね。なるほどね。じゃあまずはそういった、まあ、住居費とか、はい、通信費、保険料を見直して、はいはい、家計が改善されたら、はい、それを貯蓄とか投資に回していくと、回していくっていうことです ね改善したのにそれただ使ったら意味ないですもんね。まあ、無駄遣いはしちゃいけないということですね。うん、はい、そうですね、はい、まあ、先ほど言ってた、ね、あのコーヒー代、はい、スタバね、今スタバの スタバね、トールラテって今いくらだと思いますか。トールラテ、はい、トールラテトールいくらだろう。300円。おお、はい、いいですね。330円。あれ違ったか。370円かな。370円、はい、370円ですね。はい、はい、その370円を、はい、まあ、毎営業日20営業日飲むとしたらいくらになりますか。6000円を超えるよね。7400円。そう、じゃあそれを1年間続けたら、はい、88800円。じゃあそれを20年間続けたら
177万6000円なんですよ。私でも結構この口ですよ。あ、だからこの177万6000円を分をね、はいはい、毎月投資とかでもいい、投資の積み立てでもいいから積み立ててたら、うん、もうちょっと増えてると思いません？まあね、そうなんですよ、まあね、だからちょっとの工夫、はい、たかが数百円の工夫を、だその今スタバのトールラテとコンビニのチョコチョコ買いで毎日500円ぐらいそういうふうにお金使ってるので、それをまあうまく転換させればお金も貯まると、うん、はい、なるほど、そうなんですよ。別にねコーヒー飲みたいんだったら別にスタバにこだわる必要ないじゃないですか。まあ、ないんだけどさ。そうなんですよ、飲んじゃう。コーヒー飲みたいんだったら、ね、コンビニでもいいじゃないですか。今美味しいですから。そうなんですよ、コンビニ100円でね、そう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 、そういう風なちょっとした工夫でいいので、はい、でコーヒーは飲めるわけですから、コンビニのコーヒー美味しいんで、はい、ね、美味しくてだから使うとこは使うって先ほど話しちゃったかもしれないんですけど、はい、まあ別にコーヒーは飲めればいいわけじゃないですか。どうしてもスタバのラテじゃないとダメなんだっていう人にはもう本当申し訳ないですけども、あとスタバから来ちゃうかもしれない。まあね、でもまあじゃあ本当にどうしても飲みたいんだったら週に1回とかにすればいいし、そうそう、だから頻度とかを工夫するとかね、そう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 、はい、まあ、そういう感じでね、はい、まあちょっとだけでも工夫すれば、うんうん、まあ、家計は改善して、で改善した分は投資貯蓄に回していくと、うん、ね、もう今人間100年間生きるって今ヨリフェリさんの中でブームですね。そうね、ライフシフトがブームなんですけど、はい、はい、まあ100年生きるから、うん、で60歳で引退するってことはもうなくなると思うんですよね。なるほど、うん、だからまあ60歳でその働きまくるっていうことはなくなると思うんですね、うんうん、だけど適度に働くっていうのは80歳ぐらいまであるのかなと、うん、でもその80歳まで適度に働くときに老後資金とかきちんと貯めてないと、うん、ね、そのね、60から80歳の間も体を使う仕事をバンバンしないといけないっていうのは避けた方がいいのかなと思うので、うんうん、頭ともうスキルで稼ぐっていうことをやっていきたいなと。なので、まあ、そういったことをね、はい、あのリスナーの皆様も、はい、まあ、考えながら、はい、もう今からやっぱ準備していかないと、うん、もう直前になって準備しても遅いんですよ。老後の準備はね、老後未満にしかできないっていう名言がありますから。そうですよね、今から、まあ、あの20歳のうちからやれとは言いません。でも、まあ、やった方がいいですよね。でも30歳もう40歳になってるんであればもうやっとかないと老後資金の準備、そして60歳以降も働くっていうことを想定して、じゃあどうやったら、まあ、楽してというか、まあ、効率よく働けるかなっていうことを考えると、じゃあスキルをロボットに取られないようなスキルを見つけないといけないなってなるじゃないですか、はい、ね、まあ、そうするとじゃあ何どういうスキルだったらいいのかなって探して、それに対して自己投資する、うん、どうでしょう、リターン得られると思いませんか、自己投資に対して。そうですね、そうなんですよ、自己投資もリターンを、あ、でもオンリーワンの、ね、仕事を探していくってことは大事ですよね、まあ、そうですね、自分じゃなきゃというところで、はい、もともと特別なオンリーワン、ね、ちょっと悲しい、ね、昨年末悲しい解散でしたけどね解散でしたけども、はい、はい、というわけで今回もお時間が来てしまったということで、はいはい、わかりました、ちょっと取り留めのない感じの、はい、またになってしまいましたが、はいはい、またあの次回も聞いていただけたらと思います、はいはい、ますでは頼藤大輝と高山和恵がお送りしました。またね、またね、 See you。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大輝高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるーくマネーについて語るラジオ、マネラジ。はい。本日は17回目ということで、はい、はい。本日はですね、ちょっとスペシャル版としまして、はい。特別にですね、スペシャルゲストをお呼びしております。すごい、はい、ゲスト付き、はい、本日はですね、お二人お呼びしておりまして、はい、
まずですね、暮らしのジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーの高橋陽子さん、そして感動の演出家の町田健さん、こちらご夫婦で、はい、ゲストにお迎えしております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、暮らしのジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーの高橋陽子です。私は6年前に築37年の木造の一戸建てを買いまして、リノベーションして暮らしてるんですけれども、それをきっかけにお金のこうことをですね勉強を始めまして、ファイナンシャルプランナーの資格を取って、まあ、日夜ですね得するお金のお話を研究しております。で、最近は民泊を始めて、まあ、3万円からの民泊投資術という本を書きました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、皆さんはじめまして、感動ですかね、町田と申します。よろしくお願いします。私は、映像とか、あとは本とか出版とか、あとはイベントのプロデューサーと、メディア関するものに関しましては、いろいろ何でもやっております。なんか新しいものを作ることを、はい、職業としてまして、夫婦2人で、日夜世に素晴らしいものを発信していこうと、はい、2人で頑張っております。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね、夫婦2人で、ご夫婦でございまして。そのあたりはまた後で作りたいと。そうですね、はい、はい、ね、高橋陽子さん、最近3万円からの民泊投資術というものをお出しになられて、はい、もう民泊に詳しいということで、はいはい、本日はその空き家活用と、うん、まあ、民泊についてちょっと教えていただければなと思います。はい、ではですね、どんな感じで聞いていけばいいですか。すみませんね、僕たちも初めてゲストを呼んでいますので、なんかこの素人感満載で、すみませんね、聞きの皆さんちょっと聞き苦しかった、すみません。先週来ていただいたんですよね。はい、そうですね、はい、先週お邪魔させていただきまして、はい、パッと見いかがでした、初めて見た。いや、もう、ね、空き家っていうので、はいはい、もっと古いのかなと思ったんですけど。そうですよね。もうすごい綺麗で、そう、なんか築37年って書いてあったじゃないですか、はいはい、だからなんかどんなにボロボロそう、失業だから、ね、すみません。いや、でもすごい、ね、綺麗で、はいはい、昔の写真を見ていただいたんですよね。屋根が吹き飛んで、衝撃でしたね。屋根がなくて雨漏りして、はい、カビだらけの床でね。そうですよね、はい、カビもボロボロで、はい、僕なんかはそうです、内見に行った時に初めて行ったんですけど、はい、まあ、僕もともとその空き家とか、はい、中古の、まあ、戸建てとかって全く頭になくて、はい、もう家を買うんだったら新しい新築の一戸建てしかなかったんですけど、うん、そうですね、はい、高橋のがもうこれを見て買いたいって言った時に、住めるのみたいなのが僕の正直な感想だったんで。そうですよね、多分、はい、劇的ビフォーアフターの見過ぎだったと思う。当時見てましたね、見てました、すごく見てて、はい、もう終わっちゃいますか、もうあの番組ね、終わっちゃってましたけど、うんうんうん、だから そういう、 こう価値観が全く僕も知らなかったんで、うん、そこで初めて中古とか、まあ空き家も再生をして、はい、自分たちの住みやすい暮らしにするっていう生き方が、はい、僕も初めてあるんだなっていうのが、うん、結構目から鱗がポッとした感じでした。まあ、普通屋根が吹き飛んでる家なんですまあそこに住もうっていう発想がないと思うので。そうですね、うん、なんでそんなに買ったのってすごいよく聞かれます。そうですよね、そこ聞きたいよね。そうですね、教えてください。どうしてこう目をつけたかっていうと家を買ったのは結婚して3年目ぐらいだったんですね、はい、結構皆さん結婚して3年ぐらい経つと、はい、マイホームどうしようかって考えると思うんですけど、はい、私たちもそうで、私たちそのエリアに11年ぐらい住んでたんですよね、うんうん、でもすごい馴染みがあったんで、このエリアで家が欲しいって思った時に、うん、なかなか新築の戸建てが出なくって、うん、出たとしても4700万800万とか5000万円前後して、うん、ちょっとフリーランスの映像屋とライターでは手が出せないと思ってたんですよね、うん、でちょっと視点を変えて中古で探したら、うん、あ、買えそうかもしれないっていうのが、これ2000万で出てたんですね、うん、37年の印刷会社っていうのが、でただ中見てみたらボロボロで、もうほとんど土地値で、まあ、買って、まあ、ガラッとリノベーションしようっていうことで、まあ、決心したんですね。立地で選びました。もう最初から新築ってわけじゃなくて、そうですね、中古、あんまりその、はい、人によっては絶対中古が嫌だって人もいると思うんですね、うん、服にしても本にしても新しいものじゃないと嫌だ、うん、でそういう人には多分決して
こう中古の良さってあんま分かんないと思うんですけど、はい、私はそうじゃなくて、はい、なんかアンティークの着物とか家具とか、うん、本も、うん、人が使ったものをそんなに嫌いじゃないというか、全然なんか古い方が味わいがあって好きだなって思うんですよね、はい、ただ住める状態じゃなかったんで、はい、リフォームにはこうがっつりお金をかけて、はい、耐震補強もして、はい、がっつりやり直してるっていう感じですね、はい、一応でも買う前、まあはい、その購入のちょっと前ぐらいとかには、まあ、新築とか、はい、まあ、あとはマンションとか見に行ったんですけど、はい、なんかやっぱりこう惹かれないというかエリアもちょっと遠いところになってしまうし、まあ、まあ価格、購入価格もそうなんですけど、はい、そこでうーんって悩んだ時に、はい、あの今お話しした物件がドーンと来て、はい、でまあ、価格はやっぱり土地だけなのに2000万っていう、はいはい、2000万ぐらいなんですけど、はい、やっぱ中見るとやっぱりもう、うん、ええー、どうするのこれみたいな、それで2人で話し合って、はい、まあ、イノベーションっていう、はい、あの方法で耐震も全部、はい、あのガッチリタオルの家になるし、はい、家の中も綺麗になるからということで、じゃあ買いますかところで、もうそれ分かったらまあお互いも価値が共有できたんで、はい、そこからもスムーズに進んでいきましたね。そうですね、新築やっぱりいっぱい見てもなんかもう出来合いのなんかこう家って感じで、はい、ロマンを感じなかったんですよね、はい、それよりかはまあボロボロな家を買ってリノベーションしていくってところにこう魅力を感じたんですよね、はい、壁紙もこう水回りも一つ一つ自分たちで選んで住まいを作っていけるっていうのがなんかこう楽しそうじゃないかと思ったんですよね。素敵いや素敵ですね。やっぱ家が出来上がった時って、はい、あのビフォーアフターさながらの感動があって、はい、私も本当に外壁に抱きついて泣いてます変態ですよね。いや素敵な外観で、ありがとうございます、はい、先日もフェイスブックでシェアさせていただいて耐震補強、みんなさんによく聞かれるのが、はい、そんな古いお家買っても大丈夫なんですか、はい、みたいな、耐震とかシロアリとかってあるんですけど、はいはい、ほとんど家をあの新宿で作ってるのと変わらないような工事をしているので、はい、シロアリのあの駆除みたいなのをやってもらっていたりとか、はい、基礎工事も補強してもらったりして、はい、で私たちがリフォームリノベーションした半年後にあの311を体験して震度、はい、5強を体験してるんですけど、はい、家は無事なんですよね。無事に、はい、全然大丈夫そうでしたもんね。綺麗でしたですので、はい、あの戸建ての場合、まあ、空き家を買って暮らそうと思う場合は、うん、やっぱリフォームしっかりやられるといいかなと思いますね、うん、今マンション買ってリノベーションされる方も増えてきてるかなと思うんですけど、戸建ての場合は耐震もやった方がいいかなと、うん、自分の好きなようにそうですね、あとはもう、はい、あとはまあ僕も思ったんですけど、2人でこうですかね、未来じゃないですけど今後の暮らしの変わり方とか、はい、そういうライフプランをやっぱ考えながらこう、はい、間取りとか、はい、そういうのが作れるので、例えば、まあ、あの新築がまあダメだってわけじゃないですけどもう決ま当たり前に決まってるものですからそうです、ね、まあ、僕らも2人で考えたら家族増えたらどうするとか、はい、あと動線がこうなった方がいいとかっていうのを2人でやっぱ話し合えたのがやっぱ大きかったですよね。そうですね、それも自由にあのもう間取りとか変えられるのでそうですよね。じゃあ本当にライフプランのことを2人で、そうですね、まあお金ももちろん大事なんですけど、はい、まあ、僕らの暮らしがどう変わるかっていうのはやっぱり夫婦で、はい、まあ、初めてじゃないですけど、まあ、具体的に、はい、今の住んでるお家をどうしていくかっていうのを話し合いながら、はい、あのリノベーションしていったので、はい、それはやっぱりすごくあのこれから買われる方も、はい、あの特に若いご夫婦とかだったら、はい、いい、まあ、機会というか、ただ家を買うんじゃなくて、はい、自分たちのこれからの住まいをこうプランニングじゃないですかしていくっていうのが、はい、すごくそれが私たちにとってもすごく良かったことですね。一つとして私たちのあれはこう空き家をリノベーションして、はい、快適に暮らしているってところで飽き足らずこんな暮らし方がいいよみたいなことを、まあ、リフォームあのセミナーとか本を出して喋ったりするようになりまして、はいはい、その後にですね、はい、私よりももっと激安で空き家を買ってる人たちがいるっていうのを見聞きするようになって、はい、例えばなんか大田区とか足立区で100万円台で空き家を買ってる人、はい、100万円安いですね。すごい大田区で、大田区で100万円台ですね。それをリフォームして、はい、賃貸に出してる人たちがいて、うん、それで家賃8万円とかなんか取れてるっていうのを聞いて、家賃なんだったすごいですね。リターンで考えたら
から。すごいですよね。ちょっとお金のことに考えちゃってますけど。すごいですよね。ただ私それは100万円からの空き家投資っていう前の本で取材させていただいて、まあ衝撃をこう受けまして、で取材してて私にはちょっと真似ができないなと思ったのが、皆さんご自分でリフォームされたり。するですね、自分でですかとか、あすごくコストダウンするためのこうノウハウっていうのを知ってらして、それはちょっと物書きとして生きてきた私にはできなくてですね、ちょっと軽装場塗り体験とか参加しただけでもクラクラしちゃって、器用な方は器用ですよ ね, すよね。あとは床のフローリングをこうなんかこう貼ったりね、はい、僕もやったんですけど、もうちょっと貼っただけで、まあ、全然みたいな俺ずっとやるのかみたいな皆さん好きでやられてるんで、もう大好きでやって多いんで、はい、みんなこう出来上がってもやっぱ楽しいんですよね、はい、自分の手作りで床も壁も、はい、で壁も軽装度も、まあ、こういうふうにこう綺麗なのもいいんですけど、はい、ちょっとやっぱ自分たちでやるんでこうなんかちょっとこう、うん、なんか凹凸が出るんですけど、それもまたなんか味が良くなって、手作り感がっていうのがやっぱ僕も見て分かったんですけど、はい、あ、なるほどねと思って、それはもう逆にやらされてないので、地元で楽しんでやってる方が多いので、ね、あみんなこう手伝いに来てくる方もいらっしゃって、でみんなでこう力を合わせてじゃあ切ったりとか、塗ったりとか、そういうのが好きな人もね、すごい向いてますね。本当に向いてますよね。でその取材の中で今度はこう民泊っていうのが今熱いらしいっていうのを聞いてて、なんだそれと思って、なんだそれと思って、で去年の春にですね、すでに民泊をやっているっていう方を今囲んだ勉強会っていうのを企画したんですね。その方は桜の時期に始めて、初めて2週間も経たないのに20万円の売り上げの見込みが立ったっていうんですよね。20万円すごいですね。こう桜の花見のシーズンって観光客がすごく多くて、宿が取れないから民泊に流れてくる、エアビーアンドビーっていうサイトに流れてくるっていうのを聞いて、でその勉強会で聞いたことってを元にですね、私たちもちょっとサイトを立ち上げてみようと思って、Airbnb に登録したんですね。Airbnb、はい、で登録自体は Facebook に登録するような感じで名前を書いて、はい、メールアドを書いて、はい、なんか一軒あったら一軒家とか、はい、まるまる貸し、あのかあの貸し切りとか、はい、チェックを入れていく、20分ぐらい登録できるんですよね、はい、でこんなんで来るのかなとか思ってたら、はい、30分で3組から問い合わせが来てて、しかも3日後の週末、すごいすごいと思って、ですよね、 Airbnb は英語で登録する感じですよ ね, すね、ただ、はい、母国語日本語で書いておけば、はい、現地の人たちは現地のサイトの言葉で見れるの で, そうです、日本語で書いててもしてもらえるんですね、はい、あ、じゃあ英語できない方も、はい、日本語で書いててやってる方もいらっしゃいます、はい、そうですね、最初の手続きはちょっと大変なんですか？そうですね、英語ができない、私たちもそんなできるわけじゃないんですけど、はい、Google 翻訳で、はい、翻訳してもらったりして、はい、コピペしたりしてやってるんですけど、はい、家まではこんな感じで、そうですね、まあ、マップを書いたりして送ってるんです、ですね、でもあまりに問い合わせがすぐ来て、はい、私たち怖くなっちゃって、はい、一旦クローズしたんですよね。一旦クローズしちゃったんですか？一旦クローズに、エアビーって登録したての時って上、はい、検索上位に上がってくるので、はいはいはい、その時にこう、もう予約をいっぱい取っとくといいとか、はい、いろいろあるんですけどね。まあ、いざ来たとなったら、もう二人でビビっちゃって、はい、どうしようみたいな。閉めたんですけど、はい、うちの物件の、まあ、セッティング手伝ってくれた女性の方がいいんですけど、はいはい、方がもうそんなの閉めなくていいわよみたいな感じで、もうもったいないって言って、もうパチンコ行って、はい、パチンコの玉出れるのに店から出ちゃうと一緒だよみたいな、なるほど、わかりやすいです、そんな楽しいで急遽オープンをして、はい、最初 の, ゲストさんを迎え入れたら、もうすごいいい方が、はい、スイス人の方になったんですけど、男性の方、あ、男性の方、いくつぐらいですか？30代前半ですね。Airbnb の予約のシステムって今すぐ予約っていう、もう誰でも予約が入ったら受け入れるっていうシステムと、あと予約問い合わせって言ってメールのやり取りをして、壊れちゃったら大丈夫かなって言って予約を受け入れるっていうのがあるんですけど、私分からずに今すぐ予約で受付をしていて、その男の人は今すぐ予約で入ってきたんですけど、顔写真がなくてイラストだったんですね。しかもホープレスって書いてあって、ホープレス、どんな人が来るのってすごい
こうビクビクしてたんですけど、はい、すごい明るくて好青年で、なんであのイラストを、なんでホープレスのイラストなんだろうっていう、でもあまり詳細を見ないで予約しちゃうって感じなんですか、うん、その人も初めてエアビーを使うっていう感じで、でもうすぐ日本に着くっていう段階でこう、はい、よくしたんですね。カウチサーフィンをやってた、ね。カウチサーフィンが好きで、ソファーを借りて、まあ、はい、無償で提供するってカウチサーフィンっていうのなんですけど、はい、それはなんか利用したことがあるらしくて、はい、でまあ民泊っていうこの今回のエアビーを通して予約するのが初めてだったんですけど、お互いがなんかまあ初めてどうしてみたいな感じだったんですけど、はい、何ももう問題なくっていうか。でちょっとその時にあの地元で桜祭り、まあちょうど。あ、そうですね、あの桜の季節でお花見 の、はい、あのお祭りがあったんで、はい、じゃあ行こうかっつって言ったら、はい、すごい喜んでて、特にあの何でしたっけ、あのなんか演歌歌手の方とか見たりとか本当にローカルなステージなんですけど、桜祭りなんですよ、桜祭りなんです、そういう本当に日本のなんか、うんうん、まあちょっとローカルですけど、たこ焼き一緒に食べたり、たこ焼き食べたりいいですね、すごい喜んでくれて、だそういうやっぱ日本の文化をこう体験したいという方がほとんどだと思うので、うん、でも実際にやっぱやってみれば一番早いんでしょうけど、うん、あともう一つびっくりしたのが、うん、そのファーストゲストさんは建築のお仕事してた、はい、新築で家を建てるようなお仕事してたんですけど、はい、こうプロフィールを結構趣味とか仕事とか詳しく書いておくと、はい、それに合って人がこの Airbnb のアルゴリズムで、マッチングできるよ、マッチングしてくれるんですよね。うちはあのジャーナリストとか書いてるんで、はい、作家の人とかビデオジャーナリストとか、お酒のことを書いてるジャーナリストの人とか来て、それがすごい楽しいですよね。はい、じゃあ同じ職業の海外交流ができるっていう、そうなんですよね。楽しそうですね。そうですね。別の人は起業家育成 の、はい、あのお仕事されてる方は、うん、MBA を持ってる人たちが6割ぐらい来るとか言っていて、うちにそういう人一人も来たことないんですけどなんかそれぞれにこうマッチングが、はい、あの、うん、されるのがあって面白いんじゃないかな、うん、それが実際にそのゲストの方が泊まった時に、うん、はい、あのビジネスの話になって、はい、でお互いでホストさんとゲストさんがお互いビジネスを立ち上げたっていう例もあるんですよね。こういうことやったら面白いんじゃないって話になって、うんうんはい、でもう海外と日本でやり取りしながら作ったりとかっていう、すごいですね、ビジネスまで生まれちゃってるんですね。だからなんかシェアリングエコノミーっていう言葉じゃないですか、はい、まあ、あれの、まあ、要はビジネス、まあ、ビジネス版じゃないですけど、うんうんうん、そういうのがあのエアビーとか民泊通してやってる方もいらっしゃるので、はい、まあ、一般的に民泊ってすごくちょっとあまり良くないっていうイメージが今ですね、まずイメージありますね、多分そういうことをこう、うん、まあ、先入観としてはまあ捉えるのもまあ大事かもしれないですけど、はい、そうじゃない側面もあるよっていうのを実際にやってみて、僕らも、はい、最初はちょっとやっぱりこう、はい、ちょっとディフェンシブになって守りに入ってたんですけど、はい、やってみると、はい、どんな可能性があるんだなっていうのが、はい、こう身をもって体感したっていうのがこう感想が一つあります。外国人の方もこう日本が好きで日本の家に泊まりたくて来てる方が多いので、はい、はい、あのいい方が多いというか、本当に楽しんで行ってくれる感じがするんですよね。トラブル全然ないですか、今のところは。ないですね。やっぱあのハウスルールをしっかり書いていくっていうのが大事で、例えばタバコ吸っておいて、他の欲しくないときはあのノンスモーキングとか、あと一番トラブルで多いのがゴミと騒音問題っていうのが民泊のトラブルで多いので、そうならないように8時以降は静かにしてねとか、パーティーはしないでねとか、あのゴミの出し方って外国人の方には難しいと思うので、難しいですね、ドアの前に出しておいてもらって、はい、後の仕分けは私たちでやるようにしているんですね。ちゃんときっちり分かって、はい、分けて出してくれる方多いんですよね。そうなんですね。マナーが結構もうプラスチックと、はい、あの要はペットボトルとか、はい、缶はこの入れて、はい、燃えるゴミはこっちに入れといてって、最初はもう期待しなかったので、ちゃんと分けて、はい、でまとめて出してくれる方が多いと思います。音に関しても夜中はもう全然静か、音が、まあ、いきなり踊り出してるのか多分六本木とかなんか渋谷とかで、はい、あ、そうですね、あの楽しくやって飲みたいとか騒ぎたいとかって言ったら六本木行ったらいいよって。六本木行って朝まで帰ってこない人も帰ってこない荷物置いとくだけみたいな。今まであれですよね、カウチサーフィンっていうのがあって、うん、最近 Airbnb が出てきて、うんうん、その両方のサイトを使ってホームステイを楽しんでる方が多いっていう感じですね。そうですね、さらにその先はもっとあの
ジャランとかこう、はい、ブッキングドット、はい、ジェピーとか、はい、その旅行会社のサイトに登録できるように会員宿舎の免許を取って、はい、大々的にミポゲやりたいっていう方も今は増えてますね。ジャランとか乗ったらいいですよね。そうですよね、ホテルと同じような感じで集客できますからね。ただ一般のお家の空き家とか空き部屋を貸す程度であれば、はい、まあ Airbnb で私は十分かなっていう気がしていて、はい、ね、あのそれだけ集客力があるっていうのと、はい、あと使い勝手がいいんですよね。デザイン会社が作っているサイトっていうので、うん、まあ、操作に優れているので、うん、初心者でも登録しやすい、使いやすいっていうのがありますよね。じゃあもう今後はもう Airbnb を使ってみんなが民泊やりたい空き部屋とか空き家がある人たちは、はい、あとはまあよく僕らも、まあ、最初僕らもそうだったんですけど、おもてなしどこまでしたらいいのかっていう、そこがね、ずっと家にいなきゃいけないのかっていうことも、まあ、僕らも疑問に感じたんですけど、はい、基本的にでも泊まりに来るゲストさんはもう朝だいたいもう7時とか8時ぐらいに観光しに行っちゃうので、はい、で夜は夜でもう8時9時とかに帰って、基本的にもう家にいないので、はい、家というかまあ部屋にいないので、うんうん、はい、もうおもてなしをするためにずっと家に行かなきゃいけないってことはないですね。つけ切りはなくて、つけ切りはなくて、何かあったらもうメールでもうやり取りするっていう人がほとんどなので、なるほど、まあ、最低限のおもてなし、まあ、あの、まあ、鍵を渡すので渡すとか、はいはい、あとはあの洗濯、はい、それだけ使いたいっていう人は使っていいよと、うちもそうなんですけど、ね、はい、その辺のこうフレキシブルに対応できるので、もうずっともう部屋にこもってもうゲスト大丈夫そういうのはないですね。僕も最初そうだったんですけど、はいはい、最初は気になって気になって、今日どこ行くの、今日どこ行くの、一日声かけて、あとあれですよね、あの部屋の掃除とかもう毎回しなくていいとか、うん、そうですね、チェックアウトの後だけ、例えば1週間泊まるんだったら、うん、あのチェックインする時の前に掃除しといて、うん、でずっと部屋にステイする時には僕らもノータッチで、うん、でチェックアウトしたら次 の、はい、あのゲストさんが入る間に僕らが掃除するだけで、うん、最初僕なんかちょっとこう一日一日でこう、はい、しっかり掃除したら、はい、もうそれやらなくていい、大丈夫大丈夫、だそのカードのおもてなしはないですけど、うん、ゲストの方は全然いいよ、うん、ホテルみたいに毎回そう毎日あげてっていうのが、まあ、頭の中に僕もあったんで、経営しなきゃと思ったんですけど、全然大丈夫大丈夫、あ、いいですね、なんか本当に。お部屋も見せていただいたけど素敵でしたよね、はい、素敵な部屋でした、1階のお部屋ですよね、はい、元で3万円で3万円、はい、あの布団を2組、お客さん用の布団を2組買って、 あとケトルを買ったぐらいで、はい、あとは家にあったもので、はい、あの和風のお部屋っぽい感じで、ね、着物見て風のね、なんかありますよね、私がこう着倒した浴衣ですねなるほど観光マップも置いてあって、そうですね、はい、あの今区役所とか行けば無料で、はい、あのもらえるんですよね、東京のガイドブックとかって、はい、英語のものとか中国語のものとか、はい、でそこら辺をもらってきて並べておいたら、はい、あのうち泊まってくれる人がどんどん追加してくれて、はい、いろんな場所の置いてってくれて、なんかすごい分厚く今、ね、渋谷行ったら渋谷のマップを、そうですね、あの英語と中国語のマップをもらってきて、はい、でうちに使っていいよみたいな感じで、どん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 こう積み重ねます、ね、僕らも最初あのちょっとこう冊子を買ったんですけど、東京のガイドブック買ったんですけど、はいはい、それよりもなんかゲストさんが置いていくのがどん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 中国語、韓国語、はい、英語かな、はい、3つの言語で、うん、浅草、渋谷、なんか六本木みたいな、はい、どんどん積み上がったんで、僕らも何もする必要ないっていう、そういうゲストさんがやっぱ多いので、うん、あでもいいですね、本当に。2階が共有部分にはあのキッチンが共有だったりして、あの、上がってくる方とかいないんですか？そうですね、夏の暑い時に冷蔵庫を、はい、あの借りしてほしいっていう人とか、はいはい、あとリンゴを切りたいっていう人が一人いて、はい、それぐらいです、ね、それぐらいですか、はい、意外と皆さん料理しないっていうか、まあ、あほとんども外出ちゃって外食して、はい、そっか、じゃあ結構 Airbnb のハードル低いですね、そうか、低いですね、うん、意外と最初の設定だけちょっと 2,30 分かかる、そうですね、そうですね、で最初はこう安く設定しておくと結構ガガガッと入ってくるので、はい、値段を家賃、はい、家賃相場よりちょっと近くです 2,3 割安くしておくと、はい、でそこでレビューを頑張って上質なレビューを積み上げるんですね、頑張って10人ぐらいは、はいはい、結構それが大変なんですけど、はい、レビューが溜まってくると、はい、レビューを見て泊まりたいと思ったっていう人たちが増えてくるんですよね、はい、なるほど、
でレビューが増えてくるとそういうに上に上げてくれるようなアルゴリズム。そうですね。なるほど。で金額もどん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 釣り上げていけ、はい、釣り上げていけるんで、そうですよね。すごいですね。もうすごいですね。面白いですよね。じゃ結構副収入になってますか。そうですね。3万円からの3万円 で, そうです、ね、はい、この本を4月から買い、はい、書くと同時に自分も試してみて、はいはい、4月から10月までの9ヶ月間やって、うん、はい、元で3万円で72万円、はい、73万円だから毎月8万円8万弱ぐらい収入で、はい、いいじゃないですか。すごいリターンですね。いいですね。ワンルームマンション投資だったら700万かかるし、はい、ね、毎月8万もらおうと思ったら、うん、そしたら元手が低くてできるので、はい、これはお部屋が余ってる方にとってはすごいいいですね、うん、空き家がいっぱいあるような地域にもぜひおすすめしたいですね、うん、すごいですね、うん、すごいですね。3万円で73万ですか、うん、まずはその最初に空き家を購入して、はい、で空き家を活用していただくとでその空き家のうちの一つ部屋を民泊に活用するっていう、すごいお得な、そうですね、賢い活用術。ご著書をじゃあご紹介 してください。お願いします。あ、本人から、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。あ、はい、ウェブ出版から100万円の空き家投資術と3万円からの民泊投資術、はい、発売中です、はい、読んでいただいて、はいはい、ウェブ出版さんからですね、はい、はい、あの3万円からの民泊投資術は最初に漫画が載ってるんですよね。大根はじめさんという、はい、あのイラストレーターの方に書いていただいて、両読ませていただきますけど、すごく読みやすくて、ね、分かりやすい、本当に分かりやすく、うん、もうこれ見てね、うん、もうすぐやりたいと思う人たくさんいらっしゃるんじゃないですかね。今コンサルとかはやってらっしゃらないんですか。やりたいっていう人向けのコンサルってないんですか。今はやってないんですけど、ニーズがあればやっていきたい。じゃあ何かあれば高橋夫妻もね、そうですね、お問い合わせくださいって感じですね。そうか。あ、最後はあの民泊の今後どうなっていくか。あ、そうですね、はい、あ、そうですね、はい、あのこれまで民泊って天体型で物件を借りてそれをまた貸しするっていう形のものが流行っていて、家主不在型が流行ってきたんですけど、うんうんうん、これからはまあそれだと例えば毎月8万円の売り上げがあっても、はい、毎月6万円ぐらい家賃出てきちゃったら意味がないじゃないですか。ですのでホームステイ型民泊、うん、今ある家、今住んでる家で元で3万円ぐらいで始める民泊っていうのが今年は広がっていくんじゃないかなと思います。あと今民泊新法の法律のこう制定が進む、はい、あの進んでいくと思うんですけれども、はい、ホームステイ型民泊については届け出制だけでできるので、はい、届け出だけでいい、はい、そうなんですよ。トイレを増やすとか非常灯をつけるっていう規定がないので、はい、それもすごくやりやすいんじゃないかなと思いますね。どこに届け出するんですか。自治体、自治体に。あ、それもまだこれから決まって、あ、これから決まる、はい、はい、ではあのこんだけ Airbnb 利用して、うん、まあ、その自分の部屋を活用した方がいいってなってるのに、うん、なんでみんなやらないんですかね。やっぱり外国人旅行者に対する警戒心みたいなのが、はい、警戒心がすごいかなと思いますね。それはトラブルがあるんじゃないかな。トラブル、メディアの影響というのもニュースで悪いほど見て、はい、悪いことに部屋が使われるんじゃないかと思われる方が多いのかなっていう印象がありますね、はい、逆にやってる人たちは海外旅行がすごい好きで、はい、外国人とどんどん触れ合いたいっていう人が、はい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 、家を開いて始めてるっていう人が多いですね、はい、あ、まあ、じゃあ海外旅行とか経験した方たちは使ってる、うん、そうですね、自分が空き家を提供しようってしてるってことですか。そうですね、そういう方が増えてきている感じなんで、だから自分がそうですね、自分もあのまだ行ってもないですけど、多分海外行った時に、うん、エアビーベンで自分で利用する方も、あ、ホストとしてやってるし、海外行った時に実際にエアビーベンの外国 の、はい、あのホストさんがやってるところにやっぱ泊まったりとかする、はい、好きな人がやっぱり多い、まあ多いって結構いらっしゃるんで、その抵抗感ってもしあれば、はい、逆に そんなに英語を喋れないからってなっちゃうよりは、ね、逆になんかもう来ちゃえばもう何とにもなる、はい、実際何とになるんですよ。何とになりますね。日本語でも英語混ざっても通じる人がほとんどですし、はいはい、基本的には向こうもほとんど分かってるんですよ。言いたいことが伝わりたいことが分かってるんで、はい、その辺を全然まあ気にしないというか、はい、
そこをちょっと壁が高く考えられている方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあそうか、トラブルも例えばどんなトラブルを恐れてるんですかね。殴られたりとかさ物盗まれた、物盗まれた、そこら辺ってどうなの。そうですね、はい、Airbnb を使うと1億円保証っていうのがあって、はい、1億円まで保証が効くんですね。例えば窓を割られたとか写真でその証明する必要があるんですけど、はい、ただ盗難だとそのビフォアをどれだけ実証できるかっていうのがあるかもしれない。例えば財布盗まれたらどうすればいいんですか。ある時の写真相談でしょうね。相談で見るかどうかはちょっと。なるほど。そうか、そこら辺が今後の。そうですね。そうか。まあ殴られたりとかしないと思うんですけど。まああとは部屋、お互い多分部屋にあの施錠するできるようにしたりとか、はい、自分たちが不在の時には部屋に、まあ、入らないように、まあ、ロックをかけるとかっていうことすれば、はい、まあ多分防げると思う。まあそうですよね。そうすると事前に防げますね。まあそういうあの、まあ、予防というか防犯的なものは多分今後も。まあ、フォーカスされてくると思うんですけど、あとゲストさんも予約を取るときに過去のレビューを見て、はい、いいレビューがついてる、なるほど、あの食べログみたいな、そうですね、こう本当に美味しいのかなみたいな、大丈夫かなって、なるほど、そっか。じゃああとは英語なんですかね。英語にできないよりかはできた方がいいね。あとこう今日飛行機が遅れるとかっていう、はい、その緊急の時の、はい、まあ、対応ができるぐらいの、力があるといいですね。でも基本僕なんかもう英語と日本混ざってるブロックンな英語ですけど、はいはい、もうなんかもう単語をボンボン言えば基本大丈夫な感じ、うん、そう思います、ね、もうでも日本語でもこう伝えようとすれば、はい、でも相手も人間ですから、はい、言語は違ってもやっぱ分かるなっていうのをなんか、まあ、最近改めて僕も学んだので、はい、例えばまあ主婦の方とかで、そうですね、主婦の方にもおすすめですね。おすすめをご自宅にいらっしゃるのであれば、はい、そういう国際交流ってできる機会は、そう、妊娠中とかお子さんが小さくて外で働けないという時には、うん、はい、親貸すだけでっていうのは、うん、そうか、一つのキャリアの形ですよね。お金ももらえて英語を学べる、うん、特にあの小さいお子さんだったら生の英語に、いいですね、そう出会える機会が、ご自身もそうですし、お子さんも、そうですよね、そういう機会なかなかない、ないですもんね、学校とか入んなきゃないじゃないですか、そこ通ってお金を払って通うまで、お金をまあもらいながら、あの自分の息子さん娘さんが一回無事に通うとか話し合いっていうのは結構なんか。あとシニアの方も増えてますね、まあ、今お子さん独立してお部屋空いてるから、で自分の仕事辞めて、はい、時間があるから、はい、やっぱりおもてなし精神に溢れてる方が多いですね。そっか、じゃあいいかも。これからじゃあどんどん増えてきそうですね、オリンピックに。そうですよね、実際にあの65とかまあ過ぎてセカンドキャリアのあのまあとなった時に実際、はい、まあ趣味とかなんかそこない人とかがいて、はい、で、まあ、知り合いの方が話したんですけど、うん、でやってみようかって言って、はい、65歳とか、なんか男性の方が自分の家の、はい、要は子供さんが独立したんで、はい、実際にやってみようかって言ったらすごくやっぱ楽しいっていうか、うん、結構何人もいらっしゃって、そっか、そうですよね、新しい人生が、うん、そうですね、だ日本国内でもエアビー泊まれるので、あ、日本人同士でも、はい、ホテルか旅館かエアビーか、はいはい、ちょっと人の家に泊まるっていう、はいはいはい、楽しさをぜひちょっと感じて、そうか、いいですね、まあ、英語も単語が、単語とあとフレーズを覚えとけばいいと、最初はそれで、はい、なんとかなると、そうか、でも投資と一緒ですね、はい、投資もなんか勉強ばっかしてやらない人いるじゃないですか、うん、でもやってみたら見える世界変わるじゃないですか、うん、はい、エアビーエレベル一生ということで、うん、ね、まあ、習うように慣れちゃい、はい、ね、リスナーの皆さんも、はい、こうエアビーエレベル気になっている方はいらっしゃると思うんですけど、うん、でもあと一歩できないって方は今言ったことを踏まえて、はい、ちょっと始めてもらえたらなと、はい、ね、全然怖くないよという、ね、まあ、始まって30分で申し込み3件来るかもしれないですけどはい、というわけでですね、はい、今日はあの空き家投資手術と民泊投資手術について、はいはい、高橋さんと町田さんにお伺いしました、はいはいはい、ではですね、ちょっと本日はちょっと長めになりましたけども、はい、まあ、お時間となりましたので、はい、でですね、あの2回次回もですね、このあの夫婦で、はい、まあ、共に働いていらっしゃるので、うんうん、まあ、あのパートナーシップについて、はい、
まあ、夫婦の仕事への取り組み方などをお伺いしたいと思います、はいはい、では、本日もありがとうございました。ありがとうございました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大樹高山和江制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオマネラジはい、18回目ということで、はいはい、で本日もですね、はい、前回に引き続きまして、はい、暮らしのジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー高橋陽子さんと、はい、感動の演出家の町田健さんの2人にお越しいただいております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、今日はですね、まあ、今話題のライフシフト、はい、まあ、本屋行けば、うん、もうビジネス部門1位みたいな感じですごい平積みになってるんですけども、はい、まあ、これについてちょっと語っていきたいなと。で、簡単にですね、リスナーの皆さんも読んでないよっていう方もいらっしゃると思うので、はい、ざっくりとですね、本の中身を紹介しますと、はい、まあ、今ですね、例えば世界保健機構 WHO っていうところがあるんですけども、うんうん、そこの統計によれば、うんうん、日本は他のどの国よりも平均寿命が長くて、はい、そして、うん、国連の推計によれば2050年までには日本の100歳以上の人口は100万人を突破する見込みと、うん、でそしてですね、このライフシフトによると、はい、2007年生まれの子供の、はいはい、50% 以上が107歳以上まで生きると、はい、予測してるんですね。でこれは攻撃的な予測じゃなくて、うん、結構まあ普通に考えてそうだろうと。おー、そうなんですよ。人生100年時代、そうなんです、当たり前の時代だから100年生きるのは当たり前だから、はい、じゃあどうしようかっていう問いかけなんですよね、うん、なるほど。で皆さんこう100年生きるってなった時に何を考えるかっていうと、はい、うん、定年後からずっとじゃあ長生きするの、うん、じゃあその間のお金どうするのっていうふうに考えるんだけども、うん、じゃあそうじゃないでしょ、じゃあどうすればいいのか一緒に考えようっていうような本なんですよ、うん、でこの本の答えとしては、うん、まあ、65歳で引退じゃなくて、うん、もう75、80まで働くんだよ。なるほど、はい、でも働くっていうとネガティブだと思うんですけども、うん、まあ、働きすぎると疲れちゃうからそしてその長く働いた後に、うん、ロボットに代替されてるんですよ、ほとんどの仕事が。あ、もうこの先ね、そう言われてますよね。だから20年後、うんうん、30年後でも活躍できるような仕事を選ばないといけない、うん、みたいなテーマなんですよね、うんうん、すいません、ちょっと前置き長くなっちゃうんですけども、いえいえいえ、そんなに考えなきゃいけないってことですね、はい、そうなんですよ、うんうん、はい、でそこでですね、町田さんと高橋さんはですね、はい、ご夫婦でお仕事をされているということで、うんうん、はい、じゃあ今どんなお仕事されてるかご紹介をお願いいたします。はい、はい、私は暮らしのジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーということで、うん、暮らしに役立つ、まあ、お金に絡む本、特に家絡みの本を書いたり、うん、あとウェブの記事を書いたり、うん、講演をしたりっていうのが多いですね、うん、特に私なんかは誰も買わないような気を買ってリノベーションして暮らしているので、はい、そのリノベーションに関するお金の制度のお話なんかの応援をいただくことが多いですね、うん、はい、であとはもともとライターで原稿を書くのが得意っていうのもあって、はい、ブックライターっていうんですけど、ブックライター、ホースライターって言わないですよね、はい、なるほど、ブックライターブックライターって言うんですけど、はいはい、住宅マネーの本を、はい、代わりに書いたり作ったりっていうようなことをやってますね。年間どれぐらい書いてらっしゃるんですか？一応ですね、月に1冊っていうのを目標に、はい、月に1冊1冊で書き上げるんですか？なかなか1冊、月に1冊、そうなんですよ、すごいですね、自分一人じゃ、もう追っつかなくなって、はい、夫を今巻き込んで、はい、2人で二人三脚でやってるんですけど、はい、私は割と企画を考えるのが好きなんですけど、はい、その後追っつかなくなって、はい、原稿を夫にも手伝ってもらうっていうような感じを、はい、で
原稿書くだけだと、まあ、息が詰まるところがあるので、はい、まあ、セミナーとか企画したりしているんですね。で、夫がもともと映像関係の仕事をしてたので、はい、イベントのなんかプロデュースみたいなのが得意なんで、基本はなんかもうやってますね。特攻隊長じゃないですけど、はい、ガーって企画出して、はい、まあ、それを孫の形にお互いディベートしながら形にしてるんですけど、はい、僕らはやっぱ映像撮ったりとか写真とか、はい、あとこう全体をこうしたら面白いかなっていう、はい、まあ、プロデュース的なことが今メインにやってるんですけど、はい、彼女はもう本当に書くときはバーって書いたりとか、もう勢いがモチベーションがすごいんで、それはもう本当に尊敬します、ね。途中で燃え尽き、燃え尽きる時もあるんで。そのパートナーシップのまあ一番鍵となる話、まあ今後なると思うんですけど、はい、多分そのお互いやっぱ信頼して、うん、まあ、尊敬できる部分がやっぱり人間としてあるのがまず今基本というかベースお互いになっていると思うので、だその辺がやっぱりご夫婦でもしお仕事やられる時には一つこう。うん、そうですよね。やっぱり結婚して、うん、あの100年も先のことなんか考えてないんで、はい、この本の登場で、はい、結構ドキッとしてますね、はい、20年ぐらい先を、まあ、住宅ローンとか考えるとき、うん、皆さんも35年ローンとか組んで家買われる方多いと思うので、うん、大体2、30年先を見据えてらっしゃると思うんですけど、うん、どうなるんだろうって思いますね、うん、いつ頃からあれですか、一緒に仕事をされるようになったんですか、うんうん、5年ぐらい前ですかね。結婚はいつ頃ですか。結婚は10年前なんで、10年前、まあ、そうですね、5、6年前ぐらいから2人でやり始めたんですけど、はい、でもいや最初なんかこう分担というよりなんか2人でなんか一緒にっていうところが、はい、お互いのまあ得て増えてみたいなところを補完し合うじゃないですか、はい、そういうのがこうマッチングしてって、はい、割り振りをこうなんか自然と決まっていったじゃないですけど、はい、まあ、そういうところをこう2人のこうなんか2人でまあ一緒っていうのも変ですけど、はい、お互いが補えるところがあるので、はい、得意なとこ私でここ俺みたいな感じで、それがなんか、まあ、その自然のすごいですね。結婚後なんですね、一緒に仕事するようになったんですね。まあ、物作るに関しては別にあのそうそう大差ないような仕事の中身だったので、もともとはもうゼロから物を作るっていう感じで、はい、それが映像だったりあの、はい、出版だったりっていうところ、基本的にはそんなに差がないので、そっか、じゃあお二人の中ではもうゼロから面白いものを作るっていうのにつながってる、つながってるけど照れくさい改めて投げ、ね、かけられるとね。でも そこがあるから一緒に仕事をできるのかもしれないですよね。そうですね、うんうん、いつも僕なんか尻叩かれてますこんな感じで、いやいやもう、はい、もうこういうことやりたいから、ね、はい、それをどう形にしていくかって考えないといけないでしょ、できないよみたいな感じで僕はもうポン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 してる私常に企画を考えるようにいろんな人が言われてきたんですよね、あのライター時代から、うんうん、そのただ原稿書くだけの仕事じゃないんですよね、ライターってその企画を考えてそれをあの形にしていくので、うんうん、人よりも一歩先とかだと早いので、うん、半歩先ぐらいに当たるものを常に考えながら、うん、なんか書籍の企画とか原稿とか常になんか考えるっていうのがもうなんか身に染みていて、得意なんですか。いや、なんかもうなんかこう気づいたらそればっかり考えてるんですよね。すごいですね。例えば空き家も、空き家もそこでこれは来るわっていう目の付けどころがあってっていうところなんですね。そうなんですよ。ただそれをどういうふうに人に伝えるかっていうのは常にこう課題で、うん、本を書いても、はい、手に取ってもらえるかどうかわからないじゃないですか。そうですね、イベントやったり、うん、はい、まあ、ウェブでコツコツブログとかで書いたりとかっていう感じをしてるんですけど、はい、それは常に課題ですね。逆に今テクノロジーが進化をしたところで、まあ、自由に発言できる、うん、はい、そのまあ反動としていろんな、 なんかこう否定的な意見だったりとか、うん、今はもう普通に攻撃とか普通にされちゃいますもんね、はい、それにすごく敏感になってってしまうと、はい、自分たち本当に発したいものができなくなっちゃうみたいな、うん、なんかそのなんかこうなんか、ね、そう矛盾じゃないですけど、はい、とても便利にはなってるんですけど、うん、そこをこう胸張ってドーン、私はこう考えるっていうところのこうベースとなるものがちょっと一瞬揺らぐことも逆に言うとあるんですけど、ネットの場合は、うん、ライフシフトの本の話じゃないですけど、うんうん、こう揺るぎないなんかこう
知識と技術みたいなのが一人それぞれに必要になってくるんだなっていうのは最近よくやっぱり感じますよね。そうですよね。僕たちの仕事は結構知識とかスキルを、まあ、情報ですよね、を発信していくものじゃないですか。でこれはあのライフシフトでは情報スキルは残っていくって言われているので、まあ、一時期ファイナンシャルプランナーもね、ロボットでね、なくなるんじゃないかって言われてますけど、言われてましたけどもね、やっぱりそこは僕はなくならない、まあ、少なくはなる可能性は高いですけど、まあ、なくならないと思うんですよね。本とかも出版業はなくなるみたいなこと言われてますけど、でも少なくとも本で読みたい人は絶対いるはずで、まあ、需要がある限り、残っていくのかなと、思いますね。あのなんかその一緒に仕事してて気になるのはあのなんか喧嘩とかないですか？ね、リスナーの方ももしかしたら気になる方もいらっしゃるから、ね、はい、全然しますよ。あ、なんかお互い意見を言うのっていう時は、もちろんそれはだってもう仕事なので、これは全然普通に普通に言ってたんですけど、ありますよ。なんか2人で仕事をしてるんですけど、結構いろんな人が関わられていて、出版だったらその編集者の人だとか、あとお手伝いしてもらってるライターさんとかいろんな人が関わってくると、やっぱなんかいろんな意見があって、夫婦2人でいつも向かい合ってるとやっぱ行き詰まると思うんですけど、いい感じになんかこう刺激があって、そんなに喧嘩にはならないかな、言いたいことをお互いに言って、そこから次のアイディアを考えていくって感じになってますかね。もし何か喧嘩になったらこううまく解決するときこういうふうに決めてるとかありますか？解決なんでしょう、何でしょうかね。なんか相手が納得するようなこと言ったらもうそれに、まあ、はい。お二人は、あのぶつかることはないですか？あります。ありますもうかなり険悪な空気を醸し出す気がありますよね。そういう時はどうやって仲良く？そうですね、まあお互い言い切って、言い切って、はい、でまあその間に間のバランスを取ったところで、まあ、解決していく、もしくはそのお互いのいいところを取り合って、っていう感じですかね。なんかシンプルで言うと、なんかやっぱり相手の話を聞く、そうです、っていうのはなんか大事なのかな、今ちょっと思ったんですけど、なんかちょっと途中で話してる時に、いや違うよとかって言っちゃうと、余計人間ってなんで聞かないのってどんどん感情的になって、いいこと言ってた、そういう途中で、だからこれやっぱ被せなくなりますよね。ちょっと聞いてよみたいな感じになるっていう、素晴らしい先輩です。なんかそんな、なんか今質問された時になんでかなと思って、なんか多分お互いがやっぱりとりあえず聞く、意見があってもとりあえず聞くっていう、多分ご夫婦の場合とかでも、一方的に、まあ一方的にって言えばじゃないですけども、まずやっぱ相手のことをやっぱ信頼してるんじゃないですか、その時も。まず話を聞いてあげれば、多分そんなに感情的にならないと思うんですよね。素晴らしい。いやいや、もうなんかそんな気がして、僕もなんか言おうと思っちゃうと、相手もどんどん、なんで聞いてくれないのっていうのが、結構そういう機会が今まであったんで。そうですね、お互いの話、話を、相手の話を、相手の話を聞いてあげると、多分。いいのかなっていう気が。そうですね。聞いた？ありがとうございます。すごくシンプルなことかな。はい、そうですね。ビジネスでも、多分、あのプライベートでも、それがなんか基本なので、特に今ネットが発達してる中で、全部今こう、メールだったりっていうのは、相手とはこう通じ合ってますけど、生のやっぱ言葉っていうのを耳で、まあ、体で感じるっていうのが一番。まあこの話じゃないですけど、今後もそういう、先ほどあの売口さんがおっしゃったように、無形資産ですね、人とのつながりだったりとかっていう、多分それが基本になんかなってくるんじゃないかなっていう気がしますね。リスナーの皆さんもね、あのこれは夫婦のパートナーシップにも役立つと思いますので、相手の話をきちんと聞く、きちんと最後まで聞く、聞くっていうことが大事だそうです。そうですよね。
はい、高山さんどうですか、あのパートナーシップ夫婦円満の秘訣のどういうどうあるべきだと思いますか。やっぱりよく話を聞くですよ。そうですよね。やっぱり、ね、途中でかぶせられてくると、はい、こうかぶせ返したくなりますよね。結局なんか堂々巡りでお互い言いたいこと結局言えてない、はいはい、それがつも、まあ、積み重なっちゃうとどんどんストレスになってって、はい、解決できることもなんかできないような気がしますよね。そうですよね。まあ、相手が言ってることを、まあ、そのもし違うよってなったら言ってもいいんですけど、はい、まずはもう1から10までいったら10聞くのが、はい、それが例えば5とか6でガーってこう違うわ違うっていう、高山さんおっしゃってるよね、さらに上かぶせて、お互い2とか3しか話しないがずっと続くんだ。そうなるやっぱり、まあそうですよね。高橋さんもそうですね、はい、そうですね。そうですね。お二人はこの本の企画とかどう考えらってらっしゃるんですか。この企画はですね、あのこう年利 20% 最強マネージスが最初に出したんですけど、これあの仲良くしている出版プロデューサーの長尾さんって方に、あのこれ確定拠出年金来るから書いてみたらどうですかっていう感じでおっしゃっていただいて、でまあはいって感じで書いて、で次のこの税金を減らしてももういただきまして、自分で難しいのは正直ないというか、そうですね、いただいたお話を全力で答える。なるほどなるほど。あ、でもその姿勢も大事ですよね。そうですね、全力で答える。そうですね。あ、でも僕たち発信でなんか企画して出したいですね。そうですね。マネラジとか、はい、そのビッグカフェも、はい、ご自分たちで企画してやられてる。そうですね。やっぱすごいですよね。1日3回ぐらい更新されてます。うちの場で、ま、それは豆ですよね。あ、それは本当に。で、私は全然豆じゃないんですよ。役割分担。役割分担が、役割分担があるねっていう感じですね。だから早くやってくださいってケツ叩いて。同じです、ね。だからあの、ね、ブログとかも週1で更新するって言ったのに、もう目標達成できなかったですよね。ようこさんすごくないですか。いや、もう日は、いや、はい、あれはもう日課になってるんで、うん、大したこと書いてないです、うん、毎日更新されてますもん、ね。うん、ちょっとサボる時もありますけどね。すごいなと思って。先生も高山さんも見習わないと。はい、そうですよね。はい、でも見ていらっしゃる方はたくさんいらっしゃる。そうですよ。頑張ります。で、マネラジもね、はい、ね、少ないかもしれないですけど、聞いていただけてる皆さんが、ね、いらっしゃるので、はいはい、ね、今日もそうですよね。あとあれですね、あの、まあ、マネラジって言って、まあ、お金のマネーってついてるので、うんうん、はい、まあ、せっかくなので夫婦の家計管理とかを教えていただけたら。どうですかね、家計管理。どんな風にして、なんか夫婦の財布の管理の仕方っていろいろあるじゃないですか。あ、まあ、共通の口座にこう入れるとか、あとはもう奥さんか夫がこうまとめて管理とか。別です。別ですけど、一緒にまあ家計管理は考えてる感じですね。うん、でもなんか今後、まあ、毎月の、まあ、出ていくお金だったりするのはいくらでっていうところで、はい、毎月月々じゃあ月はこうしていこうかっていうのは、まあ、常に結構頻繁に話します。へえ。やっぱあらゆる節約はやりきったつもりでいるんですけど。そうなんですか。すごいですね。で、節約して思ったのはやっぱりなんていうか、健康と一緒で栄養も取らないとなんか肌荒れたりするじゃないですか。一緒で、ある程度お金って必要、豊かな生活とか人として最低限の暮らしをしていくために必要だなと思って、それでやっぱり住宅費をまあ大きくコストカットしてるつもりでいて、それよりかは、まあ、出ていくお金よりかはそのし、あの入ってくるお金に今はすごく注目していて、うん、なるべくそれを大きくできるように動いているところですね。うんうん、あ、でやっぱそのライフシフトじゃないですけど、いつまで、そうなんですよ、いつまで今のまま働けるかわかんないので、はいはい、行けるときに行くみたいな感じで。
いつ頃まで働いていきたいなみたいな、どんな働き方したいなとか、そうですよね、はい、今割と好きなことを仕事にできていて、はい、ライフワークを生きているような感じはあるので、はい、このまま生きていきたいなって思いますね。素敵ですね。まさに本田健さんみたいな感じですね。ライフワークで楽しいことをしてっていう感じですね。ちゃんとお休みもしちゃんと週休2日ぐらい、そうですね、土日休めたる時は休めるんですけど、はい、仕事の関係で休め切りがありますね、はい、なんか親を見てても、はい、70過ぎても元気で働けるところを探してたりするんですね、はい、でも、うん、あの地元のスーパーで雇ってもらったけど70歳以上は働けないとかっていうので、はい、今家で父親なんか暇を持て余していて、はい、でも体力がもすごいあるので、はい、なんか暇そうなんですね、そっか、うちのお父さんあのフルマラソンを2時間半で走、はい、あ2時間50分、2時間半はすごいですね、2時間50分もすごいですね、40代で走ってて、そうなんですよ、お父さん60代でもう3時間半ぐらいで走って、はい、それぐらい体力があるんですよ、お父さんすごいですね、気持ちを引いてるのでエネルギッシュ、じゃあもうスタミナもあって、わからないですけど、うん、老後どうするんでしょうね、私、あでも今のお仕事って多分まあなくなりはしないじゃないですか。なりはしないですよね。うん、すごい。なんかでも一つとして、例えばまだあの65とか定年になって、はい、そっから第二の人生って言葉じゃないですか。はい、だからその第二の人生、第一じゃなくて、全部今これからは100年までつながっていくっていう、そうですね、考え方ですよね。はい、マルチステージ、マルチステージ、ね、はい。だからずっと就職、あの企業に勤めてた時が1位じゃなくて、うん、そっからもすべて人生は始まってるって感じすると。はい、どんどんこう先々じゃあどうすればいいのかなっていうことを早い時から考えられるので、はい、まあ、100歳、まあ、生き深い、まあ、生きない方として、はい、ロングスパンで人生を一つのステージで考えるっていう、まあ、それがすごく最近思っていることなんですけど、逆に言うと、まあ、ちょっと前の段階の世代の人たちだとずっと企業選手で働いてて、はい、子供家事を頑張って、はい、いざ企業からじゃあ退職ありがとうございますお疲れ様でしたって言われて、はい、いや何するのっていうことだったのが、これからは多分そこはもう全然境目がなくて、うん、仕事を辞めてももうそれも一つの人生という方が多分一番重要だと思います。そうですね。で、まあこのライフシフトって国や企業ってそう変わんないから、うん、自分たちで変えていかないといけないっていう話なんですよ。うん、でやっぱり未だに60歳で定年ってなくならないじゃないですか。だから60歳で起業してる方も結構多いですよね。うん、だからなんかまあずっと働き続ける、まあ、今楽しいことをやられているので、うん、じゃあ横さんは楽しいことを見つけながらずっと働き続ける感じで。ずっと将来元気で。将来元気でもいいですよね。そうですよね。特にあの民泊、エアビーアンドビー使って民泊やってから考え方のシフトみたいなのがすごいあって、うん、外国人の方、それも同じ職種のような方が泊まる、ジャーナリストとか、うん、あのフォトグラファーの人が泊まるので、はい、なんかそこで考えさせられることがすごい多いですね。例えばニューヨークで暮らしてる、あ暮らしていたあのビデオジャーナリストの人が、ニューヨークってやっぱ物価のこの不動産価格も高いみたいで、思い切ってジャカルタに移住をして仕事をしてるという話をしていて、それを聞いて私たちもなぜ東京の家賃が狭い、あの高いところで狭い家で暮らしてるのかみたいなことを考えさせられたりして、別にネットさえあればできる仕事なんだから、もっとなんかいろんなところに拠点を持ってもいいのかなとか、そういう感じになれました。はい、居住地もシフト、はい、そういう方が結構いて、ゲストさん結構いるんですよね。その会社持ってる方で、元々はアメリカ人なんですけど、このアジアの方に移住をして、で会社を運営させてるっていう人が3人、2人か3人いたんですけど、君たちは何こんな狭いところで高い家賃払ってエアビーやってるんだみたいなことを言われたんですよ。そうか、そうですよね。どんどん考え方を変えていかないと、ね、働き方も、そして寿命が伸びるからお金もちゃんと、そうですよね、まあ、好きな仕事で稼げてるじゃいいですけど、そうなんですよね、稼げてなくなった時に、そうなんですよね、嬉しいですよね。なるほど。というわけで、そのライフシフトのおテーマにお話ししてきましたけど、実際の皆さんどうでしたね。ね、まあ読んでないって方は読んでいただいて、
まあ、あの今日お話にもありましたけども早くから事前に戦略を立てておけばどうにかなると。でも実際に60歳になってからどうしようとなっても、うんうんうん、やっぱりあのフルマラソン走れるのに働き口がないみたいな形にもなってしまいますので、うん、まあですね、今のうちにぜひ自分と向き合うということを始めて、そしてお金とも向き合っていただいて、はい、というわけでですね、はい、本日は、暮らしのジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーの高橋陽子さんと、はい、感動の演出家町田健さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、より富士大輝と高山和恵がお送りしました。またね、またね、 See you。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大樹高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジー。はい、19回目ということで、はい。ね、前回まではね、うん、前回2回はスペシャルゲストをお招きしての、はい、そうですね、素敵なね、ご夫妻でしたね、はい、スペシャルバージョンだったんですけども、はい、今回からまた通常バージョンに戻りまして、はい、頼藤と高山さんで、はい、はい、送っていくと、お届けするという感じですね。はい、はい、でじゃあ今回のテーマは、はい、確定申告の時期が近づいていますので、その時期ですかね、はい、で確定申告って言っても、はい、まあ、個人事業主の方と、うん、まあ、会社員の方で、はい、まあ、少しだけですね、うん、まあ、入力できるところも変わってきますので、はい、今回は会社員の方の、そうですね、はい、確定申告した方がいいと、うん、それともすべき、まあ、まあ、した方がいいのが多いですかね、まあ、の方が多いからですね、はい、した方がいい、はい、うん、ケースを、まあ、ご紹介していこうかなと思っております、はいはい、ではまずどんな時に会社員の方も確定申告した方がいいんでしょうか、うん、とりあえず、はい、まず大きく言われてるのはですよね、うん、所得でしたっけ、所得、年間の給与収入が2000万円を超えてる人、はい、これはやらないといけない、はい、っていうことですね、はい、あとは2箇所以上から給料をもらっている方、はい、はい、あとは、会社員としての給与所得や退職所得以外に年間の収入の合計が20万円を超える人、はい、これいわゆる副業ですね。そうですね、はいはい、副業だったりあとは株だったり FX も含まれますね、はい、そうですね、はいはい、っていう人たちが、うん、まあ、確定申告しないといけないよ、はい、というところになります。はい、はい、で、あとはですね、例えばあの年末調整で生命保険料控除とか、はい、まあ、地震保険料控除、うんうんうん、あとは住宅ローン控除みたいなのを、はい、まあ、ちょっと申請し忘れてしまったっていう方もここで、はい、まあ、まだ挽回ができると、はい、はい、っていうことですね、はい、はい、そうですね、うん、であとは、まあ、先ほどあの収入が20万円を超える人が、確定申告しないといけないとありましたけども、はい、これは株とか FX もそうですし、不動産投資、うん、家賃収入とかですね、あの不動産所得についてももちろん確定申告はしないといけないと。そうですね、不動産所得は不動産所得でね、はい、やらないといけない、やらないといけないですね、はい、はい、そうですね、はい、で、例えば今収入が20万円以上20万円を超えるとありましたけども、逆に損をした場合も確定申告した方がお得になります、はい、それはなぜならば、例えば、2016年は100万円損しちゃったということがあれば、うんうん、その損をですね2017に持ち越せることができます、うんうん、でそうすると2017年に100万円利益が出たとした場合に、うん、はい、2016年のマイナスと合わせてプラマイゼロにすることができて、うん、はい、そうすることで税金を払う必要がなくなるんですね、うんうん、はい、もしあの損失の繰り越しをしなければ
100万円に対する 20.315% の税金を払わないといけないと、うん、だからですね、利益が出たら確定申告しないといけないんだではなくて、損失が出た場合も確定申告をするようにしてください、うん、はい、はいね、これはFX やられてる方は結構知っている方いらっしゃるんですけども、うんうん、はい、株でですね、特定口座をやられている方は知らない人多いんじゃないかなと、うん、まあ、特定口座はそれで完結しちゃうからね、完結しちゃいますからね、税金が引かれた後引かれてしまうね、はい、源泉徴収されてしまうので、はい、だからですね、でなので株で特定口座で利益が出ていて、FX で損が出ているっていう方も合わせて確定申告していただきたいんですよね、うん、特定口座だからここはもう完結しているから書類を出さなくていいやではなくて、そこも含め確定申告する場合は両方とも合わせて書類を提出して、書類を提出するというか、その数値をですね入力していただいて申請していただく必要があると、うん、はい、はい、あとは、あとは所得控除ですよね、はい。年末調整でできない控除が、はい、何があるんでしたっけ、うん、医療費控除。医療費控除。はい。これは年間10万円を超えた医療費使った方、はい、要チェックってことですね。はい。はい。それから、雑損控除。はい。雑損控除ですね。はい。は、例えば地震とかで、被災をあった時の、はい、その、まあ、被災金額ですよね、うんうん、まあ、それは控除に含めることができるということですね、はいはい、あとは寄付金控除ですね。寄付金控除は、ふるさと納税も寄付金控除の一種ですので、はい、サラリーマンの方で、うん、ふるさと納税をやられる方は、うん、ワンストップ特例というものを使えばですね、うん、確定申告しないで完結するんですけども、はい、ワンストップ特例をしていない方は確定申告しないといけないと、はい、そうすると税金安くならないですもんね。そう、はい、安くならないんですよ、はいはい、なのでそのワンストップ特例を申請してない方は確定申告をやっていただくという感じですね、はい、はい、というのは以上が、あと大きいのが住宅ローン控除、あ、住宅ローン控除、住宅ローン控除も1年目はですね年末調整でできないので、はいはい、確定申告していただいて2年目以降は年末調整でできると、はい、そうですね、いうことなんですよね、はい、住宅ローン控除は額が大きいから戻ってくる額が大きいので、うん、はい、1年目買った方忘れずにサラリーマンの方も申告してください、ね、はい、はい、というわけでですね、じゃあ、確定申告の方法もお伝えしていこうかなと、ね、今年初めて確定申告するんだけどっていう方もいらっしゃるかもしれないので、うん、はい、結構初めての方ドキドキですよね。ドキドキですよ ね、 ね、でも意外に簡単なんです。そうですね、はい、やってみるとね、はい、で、まあ、今年例えばやれば、うん、来年からはその申請した時の書類をコピーしたものを置いとけば、うんうん、はい、あ、こういうふうにやればいいんだって思い出せると思うの で、はい、でまずですね、確定申告は、まあ、紙の申告書を作成して税務署に提出するパターンか、うんうん、はい、それはですね、税務署に紙があるのでその場で記入するパターン、あとは事前にインターネット環境から国税庁のホームページでダウンロードしていただいて、うん、で書いたものを提出するパターンですね、はい、はい、であとは e-tax っていうのもあるんですけども、うん、ちょっと今回はそこは割愛させていただきます、はいはい、で、その申告書はですね、いろいろ書くところがあるんですけども、うんうん、でまず勤務先発行の源泉徴収票がまず必要になります、はい、で、ふるさと納税をしている方は、うん、寄付金受領証明書というものが、自治体から送られてくると思いますので、うん、はい、それを用意しておいてください、はい、で株や FX もですね、1年間 の、 取引報告書、その結果でいいんですよ、うん、いくら儲かったのかとか、うんうん、いくら損したのかっていうものがダウンロードできますので、うん、それを持っていっていただければと思います、うん、はい、そのところですかね。で、生命保険料控除とか地震保険料控除などを、うん、まあ、申請し忘れた方は、うん、その生命保険料控除のできる金額、まあ、保険会社などから送られてきますので、それは持っていってください。はい、はい、ですね、はい、で、税務署で入力する場合は、まあ、今パソコンで、うんうん、入力するんですけども、
まあ、あの数値をですね、どこに入力すればいいのかっていうのは、うん、あの税務署の方に教えてもらえますので、うん、まあ、適宜埋めていただくと、うん、まあ、最初は多分聞いてやるのが一番早いですからね。結構みんな親切に教えてくれますもんね。そうですね、はい、うん、分からない方はそうですね、うん、まあ、だから決められたところに数値をどんどん入力していって、うん、はい、でどんどん進めていくんですね、はい、あのもちろん会社のなんか住所とか、うん、自分の名前とか、うん、初めてやる場合は入力しないといけないんですけどね、はい、はい、でそうすればいいという感じですかね、うん、やっぱりあれだね、あの確定申告いざやろうと思うと、あ、レシートがないわとかそういう方結構多いと思うので、うん、あの結構箱かなんか用意しといて、はい、もうそこにレシート入れるようにするとか、うん、ちょっとこうなんかそういう書類を入れるようにするとかっていうのを、はい、あのね、準備しといた方がいいかなと思いますね。そうですね、でまあ、医療費控除とか雑損控除っていうところがあって、うん、そこに入力するっていうボタンが、まあ、PC を見ていただければ分かると思うんですけども、うん、まあ、そこであるので、うん、順次数値を入力していっていただければと、うん、はい、で例えばふるさと納税も寄付金受領証明書を見ながらですね、うん、あの寄付した、ね、年月日とか寄付金の種類、うん、あとは寄付金の金額、うん、とか、寄付先の所在地名称っていうのを入力して、うん、いけば終わりという感じですかね。で、申告書だけをですね、はい、あの税務署に行って提出するか、はい、まあ、あとは郵送するかと、はい、いうことをすればそちらで終了と。はいはい、で、税金がじゃあいつ還付される、還付されるっていうのは、うん、自分の預金口座に振り込まれる。はいはい、あとは住民税の場合は、はい、翌年から安くなるんですけれども、はいはい、じゃあいつ頃その還付はされるのかというと、うん、確定申告してから 1,2 ヶ月後に直接自分が指定した指定口座に振り込まれると、はいはい、4月ぐらいが多いかな。そうですね、うん、はい、まあ、結構意外にすぐ振り込まれる感じですよ ね、 はい、まあ、やっぱまあ、所得税で、まあ、還付される金額よりも住民税が安くなる方が結構大きいんですけど、意外にそれ気づかないっていうね、はい、住民税結構かかりますよね。そうですよね、で住民税が昨年よりもいくら安くなったかってあんまり比べないので、うん、はい、なんですけども、あ、でも今年手取り増えたなと思うのであれば、はい、そこはですね使わないで、はい、きちんと貯蓄に回していただければと思います。はい、はい、そういうところが全体のところなんですけど。そうですね、はい、まあ、あと確定申告は2月の16日から、今年は木曜日だったかな、はい、あと3月15日水曜日までやっているので、はい、 ね、その期間内にやってくださいって感じですかね、はい、で、それは自分の住民票があるところですよね、はい、はい、管轄している税、管轄しているんですよね、はいはい、まあ僕はですね、あの税務署に行って、うん、そこで入力するんですけどね。はい、私も行っちゃう派ですよね。あ、やっぱりそうですか。はい、でもあのもうやり方分かってるので、うん、そうするとですね、あの並ぶところが変わります。自分でもう一度やったことがある人っていうのは結構早く PC の前に行けるんですけども、うんうんうん、やったことない人は結構並びが長いですね。うん、はい。あとは、うん、休日行くとすごい混んでるんですよね。うんうん、はい、で平日も午前中すごい混んでるので、意外に午後行くから行く方が空いてます。あ、平日の午後狙い目ですね。平日の午後いいですよね。はい。はい、であとはあの時期、その3月15日が近づいてくるとすごい毎日、どの時間帯も混むので、そうなんですね。だから2月の本当にもう 16の週とかに、うん、あの申請しに行った方がいいですよね。うん、いいですね、はい。はい。そうですよね。うん。うん、だ僕あの江戸川区、うんうん、なので、はいはい、江戸川区まで行って、はいはい、そこまで行って電車で、そこまで行ってで、まあ、そこで、はい、入力して、はい、でもそうですね、並びがなければ、うん、まあ、1時間以内で終わるんですよね、結構簡単、うん、はい、で書類も今言ったようにそんなに準備するものないですよね。そうですね、うんうん、あともう分かんなかったらとにかく近くの方を捕まえればいいっていう、まあそうですね、教えてくれるからっていうところです ね、 初心者の方はね、うん、まあ、だから書類さえ持っていけば、はい、もう絶対できると、うん、はい、だからまあ書類を忘れてしまうのが一番もったいないです ね、 そうですね、また家に帰ってやらないといけないとなるので、はい、はい、源泉徴収票とか領収書は一応持って、ちゃんと持っていきましょうってことですね。そうですね、はい、何か
アドバイスみたいなのありますか？アドバイス何ですかね、まあ、でもとりあえずあとなんだろうな、あと途中で転職した人も確定申告必要ですよね。あ、そうですね、年の途中で転職した方も必要だと思うので、はいはいはい、あの意外にどういうケースが確定申告しなきゃいけないのかって分からない場合ってあると思うんですけども、うんうんうん、そういうのちょっと確認してあの税務署のホームページとかで確認して、うんうん、あのやるといいかなと思いますけどね。そうですね、はい、そうですね、うん、まあ、確定申告、あとは、まあ、言ってないところで言えば副業、副業で、まあ、ヤフオクとか、はい、メルカリとかアフィリエイト、うん、もうその収入がたくさんあると20万超えた場合、そうですね、20万超えた場合には申請しないといけないと。だから結構うまく皆さんやってますよね、20万円超えないような感じで。そうですね、副業してる人はね、あのやってないと見つかった時にね、うん、追加徴収税、あ、まあ、見つかったらね、追徴税加えますからね、そこはきちんとやっていただくと、はい、まあ、あのまだですね、マイナンバーがちゃんと整備されてないので、あの誰がちゃんと、ね、脱税してるかとかもチェックは難しいとは思うんですけど、はい、まあ、でもきちんとですねやっていただいて、はいはい、で、ネットオークションとか、はい、ヤフオクとか、あのメルカリ、はいはい、最近やってる方多いですね、はい、で確定申告をするかどうかは、うん、何を売ったのかで違ってきます、うん、例えばですね、うん、あの子供が着ている洋服を出品することって結構あると思うんですよ、はいはい、うん、メルカリすごい多いと思うんですけども、はいはい、あの生活用動産と言われているものなんですね、こういう洋服とか不要品っていうのは、うん、はい、でこれはですね売ったとしても課税されない、ね、なるほど、だから服だけじゃなくてバッグ、うんうん、靴、はい、あと食器とかですかね、うんうん、そういうのはあの非課税になります、うんうん、なるほど、どういう時が課税されるかっていうと、あの1個の価格が30万円を超えるものとか、 あと宝石、はいはい、貴金属、うん、はい、あとは、まあ、あんまりいないと思いますが骨董とか美術工芸品、うん、こういうものをあの売った場合には課税の対象になると。で、フリマアプリにあると思うんですけども、ハンドメイド商品とかあるじゃないですか、あれは課税対象です。なるほど、はい、そうですね、うんうん、あとは転売目的の生活用品もダメ、例えばリサイクルショップで、あ、これすごいレアものじゃんって言って、はいはい、それを売りつける、それはダメと。なるほど、だから売りつけた場合はもう課税されてしまうという感じですね。なるほど、はい、で結局ですね、例えばこういうその税金っていうのは売上引く仕入れ引く経費、はいはいはい、経費も引いてるんですよね、それは残ったものに対して税金がかかるので、うん、はい、まあ、売ったんだけど利益が出なければ、うん、まあ、それはね、それはね、そうそうそう、ね、あの後ろめたいことないように過ごしていただけたらなと。まあ、そうですね、納める方もいれば戻ってくる方もいるっていう確定申告だと思いますけどね、はい、そうですね、はい、まあ、皆さんどちらのケースに当てはまるか、はい、そうですね、はい、見ていただいてやっていただければなと思います、うん、いいですかね、はい、まあ、だからふるさと納税をやった方も、うん、そして、ね、医療費控除をやる方も、はい、はい、で、まあ、株 FX 損失をしているとしても、はい、ぜひやっていっていただければと。でそうすればですね、まあ、税金を取り戻すことができますので、はい、ただなんとなくこう払っている税金を、まあ、自分の手元にいかに残すかっていうことが2017年はテーマになってくるかなと節税っていうのが一つ言われているので、はいはい、でやっぱ会社員でもできる節税みたいな感じの記事がそこかしこに出てきてますので、はい、はい、そんなところですか。はい、そんなところでしょうか。はい。はい、じゃあ、今日も説明チックになってしまったんですけど。そうですね。今日はちょっと面白くなかったかもしれない。大丈夫ですかね。ちょっと硬かったね、今日は、ね。はい。大丈夫。前回2回がね、豪華ゲストで面白かったですよ、ね。そうですね。大丈夫ですかね。まあ、こんな回もあるところで、はい。はい。たまにはね、はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、また、はい、引き続き。はい、聞いていただければ幸いです。はい、はい、頼藤大輝と高山和恵がお送りしました。またね、See you。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@
info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大輝高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオマネラジ。はい、第20回目と。20回。来ましたね。来ましたね。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。自分たち自画自賛ですけどね。はい。まあこのラジオはですね。うん、まあお金だったり投資のことだったり、はい、まあ、お金のため方、増やし方みたいなものをですね、はい、まあ、緩くやろうじゃないかというラジオなんです、はい、ポッドキャストなんですけども、はい、本当緩くね、まあ、毎回ね。そうなんですよね。でも前回ちょっとパリッとね、確定しようということをお話ししてしまいましたが、あれちょっと若干不評だったんですよ。いや不評なんですか。大丈夫です。固め固めみたいな。固め、まあ、はい、でもたまにはね、はい、たまには、はい、はい。じゃあ今回は、うん、ちょ今まで出してなかったのであれなんですけども、はい、為替について勉強していこうかなと思うんですけども、はい、またちょっとテーマ課題ですけど緩くやっていければね。そうですね、はい、いいと思いますが、はい、でこの前も共立女子の、はい、女子大学のインタビューを高山さんが受けられたということで、はい、あ、そうなんですよ。なんかね、共立女子大学の学生に向けて、うんうん、まあ、その為替について、はい、それこそ緩く話してくださいみたいなご依頼を受けまして、はいはい、でもやっぱり女子学生の方だと、まあ、まだそんなにこう投資とか、うんうん、あまり興味ないじゃないですか、はい、だけど為替っていうのは、まあ、結構自分たちの影響にダイレクトに影響するんだよっていうようなところを観点に、まあ、お話をさせていただいたっていう、はい、なるほど。じゃあ早速教えてもらっていいですか。はい、はい、でね、そもそも、はい、結構これ女子学生の方だけじゃなくて一般の方でも多いんですけど、うん、円高円安って何って。じゃあそこからいきましょうか。はい、はい、で結構なんか1ドル100円が120円になった、はい、これは円高でしょうか円安でしょうか。何ですか。1ドル100円が120円になりました、はい、はい、これが円高でしょうか円安でしょうか。そんな簡単です。僕に聞かれても円安ですよ。すごいなんか嫌味な感じでねじゃあ1ドル100円が80円になったら円高か円安か。円高ですよね。ですよね。だから一般の人たちからすると100円が120で数字が大きくなったから円高になったんじゃないのかなというふうに思うんですよね。そう。でも実際は1ドル100、だから逆の立場で考えましょう。100円で1ドルと交換できたのが120円出さないと1ドルと交換できなくなっちゃった。そう。つまり円の通貨が安くなったっていうことなんですよ。そう、価値が低くなった、ね、価値が低くなった、はい、だから円安っていうんですよね。そう。じゃあ円高の方はどうですか。円高の方もまあその逆で、はい、まあ、1ドル100円、うん、100円で1ドル交換できたのが、はい、80円だけで交換できるようになったと。そう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 、ね、はい、そしたら円の通貨が高くなってるから、はい、価値が高くなってるから円高になったと。そう、そうなんですよ。そこまずこうベースを抑えておいていただければなと、うん、そうなんですよね。だから今僕が言ったように、うんうん、自分が持っている100円っていう風なのを主人公にしていただいて、うんうん、はい、まあ、それで、まあ、1ドルと交換できたよねと、はい、それが80円で済んだんだったら、うん、あ、これ円高じゃん、はい、円の通貨が高いから円高、うん、でそれが120円出して交換で、はい、しないといけなくなっちゃった、うん、ってことは円の通貨の価値が下がったから円安、うん、そうそうそう、はい、だから、はい、自分の円の方の立場で考えると、うん、はい、まあ、分かりやすいのかなと。そうですね、うん、これまずね、ここよく分からなかったわっていう方は押さえておいていただきたいなと。なるほど。そうですね。いうところですよね、はい、はい、で円高だと何が、うん、どういうことがある起こるんでしたっけ。そう、それで、まあ、その学生の方に向けてお話をした時は、はい、まあ、結構今女子大生って海外旅行行くらしいんですよ、うん、で共立女子の子って年になんか3回も4回も行くんだって。へえ、リッチじゃない。どうでした。お金持ってますまあでも僕も大学の時は行ってましたよ、うん、海外旅行。でもほら、ゆりふさんのお金で、はい、そういうちょっと節約旅行みたいな感じで。あ、まあそうですね、バックパッカー的な。そうそうそう、感じじゃないですか、はい、この間その聞いたらそうじゃないんです。ちゃんといいホテルとかに泊まって、三つ星とかとか結構いい、なんかいいですよね、ってみたいなのをなんか年に結構3、4回やる子も結構少なくないみたいなことを聞いたので、
すごい時代だなと思うんですけど、はいはい、まあ、なので海外旅行の時に円高が得なのか円安が得なのかっていう話を、はい、じゃあどうなんですか、教えてください。そうで、はい、海外旅行に行く時にはお得なのはズバリ円高ですという話ですね、うん、で多分、まあ、私も結構ブランドショップとかよく行っちゃうんで、あの海外に行くと見るんですけど、まあ、例えば1ドル80円でヴィトンのバッグが今いくらぐらいですかね10万ぐらい分かんないですとかだと、まあ、なんか8万ぐらいで買えるじゃないですか、うん、それを、まあ、1ドル例えば100円とかになっちゃったら、まあ、10万円になるし、120円だったら12万円になるっていう、そういう感じなので、まあ海外旅行に行った時にお買い物をする時には円高がいいよっていう、うん、そういうところですよね。なるほど、はい、そういうことですね、はい、何かそのつまんなそうな、いや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 、でもそういうことですよねそういうことですよね、そういうことですよ、だからまあ、はい、旅行するんだったら円高の方がいいですよ、うん、っていうことですね。そうです、はいはい、じゃあそれは消費者にとってはそうじゃないですか、はい、じゃあ日本にとっては円高がいいんでしょうか円安がいいんでしょうか、はい、どうですか、なんかすごい質問を仕返してきたみたいな、はい、どうですか、どうですか。でもこれは日本にとってはやっぱり円安がいいですよね。円安がいい、はい、その心は、だって1ドル100円とかで、はい、うん、あ、そうか、そもそも日本っていうのはあの輸出するなんかその企業が非常に多いというところで、例えばトヨタとかあとソニーとかは、まあ、輸出企業ですよね。そうすると1ドル100円で輸出するよりも製品を売るよりも120円で売った方が売り上げって上がるじゃないですか。なので国全体ではまあ円安の方がいいよね、そういうことですよね、うん、なるほど、はい、なるほどなるほど。どうですか、それはマネーコンサルタントの立場として。まあなんかでもそういうふうに言われて円安に誘導されてたじゃないですか、はいはい、黒田総裁のバズーカ、うん、黒田バズーカ、はい、でも意外にもう円高でいた時期が長すぎて、はいはい、もう日本は海外に拠点を移してたっていうふうな話があって、あ、そもそもね、そうなんですよ、はいはい、だから為替が円高だろうが円安だろうが、まあ、企業の行動としてはやっぱ売上が安定するようにするのが、うん、まあ、合理的な行動じゃないですか、うんうん、まあ、そういった観点で、はい、まあ、だからずっと円高だったから海外の生産でできるように転換してたから今回円安になったけども思うように輸出が伸びなかったみたいなことは言われてますよね、うんうん、なるほど、うん、ちょっと難しい話になっちゃったんですけど、ちょっと難しいですけど、なっちゃったんだけど、だから国にとってね、あの円安がいいのか円高になる、うん、どっちがいいのかっていうのは、はい、まあ、正直今は昔ほど影響はなくなってきてるんじゃないかなと僕は思っていて、うんうん、だってね、そんな為替ちょっとでこう触れるような企業体質っていうのはまずいじゃないですか。まあそうですよね、そうですよね、うんうん、だからやっぱりそういうふうにならないように企業は行動してきて、うん、そこは進んできたと、うん、そして、まあ、うん、まあグローバル化も進んでますし、うんうん、IT 化も進んでいるということで、うんうん、まあ、影響がすごい小さくなってるのかなと、うん、まあでもそうは言ってもですね、はい、これはまあ企業の行動としてはそうなんですけども、はい、為替はやっぱ投資をするっていうことで言うと、うん、まあ、円高と円安が大きく触れた方がたくさん儲かりますよね、はい、まあ、最近だと FX っていうのがあって、うん、FX はこう円安にならないと儲からないっていう人が、まあ、思ってる方いらっしゃるんですよ、うん、100円が120円の方が、はい、あの円の、ね、価値が下がった方がたくさん儲かるんじゃないかと、はい、まあ、そうですよね、100円が、そうそうそう、で買ったものが120円で売却できれば、はい、で外貨預金をする場合はそれでいいんですよ、うんうん、でも FX っていうのは別に円高になったって、はい、100円が80円になったって儲かることできるんですよね、うんうん、ああそうですよね、そこが FX いいとこですもんね、そうなんですよね、うん、だそこら辺がよく分かってないって方ももしかしたらまだ多いのかなと。それは FX は円、はい、なんかあの注文の仕方が両方できるからってことですよね。そうですね、はい、うん、だからあるお金ですね、うん、証拠金って言われてるお金、例えばその100万円っていうお金を口座に入れればですね、うん、その100万円っていう保証金を証拠金を担保に、ドルを売って円を買う、うん、だから自分が実際ドルは持ってないのにドルを売ることできるんですよ、うんうんうん、なんか100万円で100万円分のドルを交換するっていうイメージは多分つくと思うんですけども、うんうん、はいはい、そうじゃなくて、うん、ドルを持っていなくてもドルを売って円をまたさらに買うってこともできる、うん、はい、なるほど、はい、そういうふうな取引が100万円っていう証拠金でどっちやってもいいんですね、うん、で別にドルと円だけじゃなくて、うん、ドルと豪ドルの
取引もできるし、うんうん、ドルとポンドの取引だってできる、うん、なるほど。だただ証拠金っていうのがあれば、うんうん、いろんな取引ができますよっていうのが FX の仕組みですね、うん、でもそれは外貨預金とかではできないんだよね。外貨預金ではできないですね。ですよね、はい。でも本当為替って円安の方に行くか円高の方に行くかって分かんないじゃないですか、この日々見ていても、はい、でもどっちの方向でも儲かるチャンスがあるっていうのは、うん、FX はちょっといいとこですよね。いいとこですね。外貨預金は円安の方に基本的に行かないと、そう行かないと難しい、ね、難しいですもんね、うん、まあだからまあですし外貨預金ってすごい手数料が高いんですよね、うんうん、まあやっぱりなぜ手数料が高いかというと外貨預金をもらっているその外貨預金してもらってる、うんうん、メガバンクとか銀行は、うん、そこで稼がないと手数料で、うんうん、稼がないともうボランティアでやってるわけじゃないので、うん、だから、まあ、その円とドルに交換するとき、そしてドルと円に交換するときに、うんうん、大体1円ぐらい手数料乗っけてるんですよね、うんうん、どういうふうに手数料乗っけてるかっていうと、まあ、よくあの多分為替で交換するときの板があると思うんですよね。あの円からドルに交換するときは、うん110円だけども、うん、ドルから円に戻ってくるときは108円みたいな、うんうんはい、そこで2円ぐらい差がついたりするんですけど、はいはいまあ、そこの2円分ぐらいの差がついてるのが手数料として取られてしまう、うん、FX だと安い FX だとそこの差はすごい安いですね、うん、狭い、はい、そこをまあちょっと用語だとスプレッドっていうんですけども、うんはいまあ、スプレッドってその 幅っていうのを英語にしただけなんですけども、うんうんはいまあ、そういうスプレッドっていうので、うんうんまあ、銀行だったり FX の会社っていうのは儲けているんですよね、うんうんまあ、事前事業じゃないから、はいはいまあ、そういうふうに取られるっていうのは、うんうんまあ、もちろんそうなんですけども、はいはいまあ、でも外貨預金と FX で比べた時には FX の方が、うんまあ、スプレッドはスプレッドっていうかもう手数料は安いので、うんはいまあ、同じようにね為替でちょっと投資してみたいなっていう時は、うんまあ、FX の方が僕はいいと思うんですよ。なるほど、うん、でもなんか FX ってちょっとハードル高そうですよね。 FX ってなんかすごい損するっていう風なニュースが多いからなんか危ないっていう風に漠然と思っていて、でねすごい有識者たちも本とかに書いてるわけじゃないですか、 FX やめた方がいいみたいなね。まあね、でもそれは僕は言いたいんですよ、やったことねえだろお前ら、やったことないのに FX 危ねえとか言ってんじゃねえよ。僕吐いてますね。だからでやったことある人は FX 全然安全じゃんって、うんうん、もちろんそういう損大きく損する大きく得するっていうのは、うん、なんていうんですかね、すごいギャンブルをやってたりする、ギャンブルに近いこともできるんですね FX の中で、はいはい、100万円しか証拠金なくて100万円分の取引だけじゃなくて、うん、それの25倍、うん、だ2500万円分の取引ができるんですよ、うん、FX って、ね、いわゆるレバレッジっていうのをかけるとね、そうレバレッジね、その25倍とか10倍っていうその倍率がレバレッジっていうんですけど、すごい動き方するよね。よ私も結構ちょっとやっちゃってたら、はい、レバレッジ大きくかけて結構すごいですよね。本当にすごいです。でそこは大きく得することもあるし、うんそうですね、損することもある、うん、そういうふうなレバレッジをかけると、うんまあ、ギャンブルに近いことなので、うんうん、まあ大きく損するからやめた方がいいっていうのは分かるんですけども、うん、でも別に1倍でやれば、ね、外貨預金をしてるよりも手数料安くて、はいね、いいわけですから、そうね、そこをじゃあ仕組みが めんどくさいからやんない方がいいっていうのもちょっとおかしいっていうのですし、ね、ちょっと有識者のね何ですか、その今日はれ見るとなんかやんない方がいいって書いててやってみろよって思うんですよね。まあまあまあ、やったことないからやるなって書いてたんで僕はちょっとそこ怒ってるんですよね。あ、怒ってですか、はい、今日ちょっとそれ怒りにやつだ、有識者って言っただけで名前出したら ねちょっと角が立つ、刺されますから、刺されますよね、はい、でもそういう風な本を書いてる人には注意した方がいいですね。うん、やったことないから、やったことないんだったら本に書くなっていう。なるほど、うん、はい、だから有名な、ね、著者が書いたからっていうことで、はいはい、鵜呑みにしない方がいいのかなっていうのは正直思うところですね。なるほど、すいません、ちょっと為替のところから話が出ちゃったんですけど、ちょっと全くなんか今ねダークサイドになんか話になっちゃった。まあでも言いたいのは、まあ、別に FX は危なくないんだよって、はいはい、あ、でもそうです、あの、うん、使い方っていうかね、活用の仕方ですよね、によって。だって FX が危ないって言ったら、そもそも投資すること自体も危なくないっていう思うんですよね、うん、だってお金失う可能性あるんだから、まあね、うん、そう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 。でね、まあお金をじゃあ投資しない方がいいじゃんっていう話になるかもしれないんですけど、うん、でもですね、こう
今日は為替の話ですけども、はいはい、まあ為替ってあの限りなく物価とも連動してるんですよね、うん、まあ、あの例えば今100円でハンバーガー買えたとしても、はい、うんうん、1年後がね物価上昇率、まあ、インフレ率って言われてるんですけども、うんうん、それが 2% だとしたら、うんうん、1年後は 100円のものが102円になるわけですよね、はい、そういうふうに今100円だったものが102円じゃ出さないと買えないようになっていく、うん、それがインフレの世界なんですけども、はい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 、で100円が102円に変わったってことはその物価上昇の 2% は為替にも反映されてくるんですよね、うんうんうん、だから黒田さんがインフレ率 2% にするっていうのは結構為替にも連動してくるっていうことはちゃんと覚えておいてほしいですよね、うんうんうん、だからすごい円安にいったんですよ。なるほど。インフレ率 2% にする、でインフレ率 2% にするっていうことはどういうことをするとなるかっていうと、はいはい、この市場と言われている世の中にですね、世の中のこと市場って言ったりするんですけど、世の中にお金をこうジャブジャブ投入すると、はい、そうすると流通するお金の量が増えるから、うんうん、今まではその1万円が例えば簡単に言いますと100枚ぐらいだったのが、はい、それが1万枚に増えちゃったと、はいはいはい、そうすると1万円の価値ってちょっと下がるじゃないですか、うんうん、まあそうですよね、それだけ多くなればね、はい、うん、で円の価値を下げるってことは円安って先ほど勉強しましたよね、はい、だから円安に行くんですよ。なるほど。流通させるお金をたくさんばらまくと、うん、なるほど、はい、でそうするとちょっと一個ずつ見ていくと、はい、あ結構意外に経済って簡単なんだなって思ってきません、ね、まあつながってるっていうところですよ ね、 ね、なんか連鎖されてるっていうところが大きいのかもね、うん、そうなんですよ。だそういうふうに、はい、経済の一つ一つの動きというか、うんうん、まあ、用語っていうのを丁寧に覚えていくと、まあ、為替がこういうふうになっていくのかなとか、うんうん、まあ、正確には予想できないと思いますけど、うんうんうん、大まかには予想できていくと、うんうん、ですよね。まあね、予測ね本当に当たると嬉しいんだけどね、なかなかね、はい、だからトランプ大統領とかね就任の時ね、FX やってましたよね、お互いね。やってて、やっててトランプになるか、はい、まあ、ヒラリーになるかっていう話で、うん、はい、ね、トランプが優勢ってなった時にすごい急円高になってましたよね。すごかったですよ。だからあれレバレッジも盗数かけてた人は本当にあの瞬間で何千万とか全然儲かった人も全然いたんじゃないかなっていう感じですよね。で円高になって、うん、でトランプ大統領決まりました、決まりましたってなった瞬間に円安に変わっていったんですよ。もっと円高いくかなって多くの人が思っていたので、はいはい、で事前情報では、うん、まあ、トランプ大統領になったら円高になるみたいなニュースがあったんで、うん、みんな信じて円高に、まあ、投じてたとは思うんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、決定したと、うん、決定した瞬間に円安に変わっていたと、うん、で、これはですね誰もが予想できなかったことで、でポイントはですね、僕は予想することは全然しなくていいと思うんですよ。要は波に乗るっていう、あとどっちのトレンドにね、はい、行ってるかだよね、はい、トレンドに乗れば誰も損しないし、うん、いいと思うんですよね。絶対トレンドっていうのは分かると思うので、うん、だって急に円安になってるのに、まあ、絶対円高になるだろうって思って博打を張るっていうと、うん、もう買い取られていくわけですよ、うんうん、でもそういう波に乗っていけば後乗りでいいと思うんですよね、うん、最初にの、はいはい、波に乗る必要はない、うん、みんなが波に乗ってるところに後についていくってことすれば、うん、全然為替では、まあ、利益が得られていくのかな。なるほど、まあ、小判ザメみたいな、小判ザメ投資って言いますよね、はい、これ小判ザメ投資って言いますよね、はい、株も一緒ですよね。そうですね、株もトレンドに乗っかってね、そうそうそう、小判ザメ投資みたいな方がうまくいきやすいと、はい、だから予測する必要なくて後乗りすればいいと、はい、でニュースの読み方は知っておかないといけないのかなっていうのはありますかね、うんうんうん、そうですね、はい、やっぱりどうしてあと円高になるのか円安になるのかってその要素、うん、例えば、まあ、なんか経済が安定している国なのかどうかとか、はい、金利が高いか低いかとか、はい、まあ、そういうのはちょっとなんで為替って動くのかなっていう要素は知っといた方がいい。そうですね、はい、でこういう円安円高っていうのも、うん、例えば FX をやるとかなり調べるようになる。かなりね、これは本当の話、うん、やっぱねそういう投資の世界に踏み入れると、うんうん、今までシャットダウンしてた情報が自分のところに入ってくるようになるんですよね。そうですね、
だ別にこうレバレッジをかけて FX をやれって僕は言ってないので、うん、じゃなくて別に1倍とかでもいいから、うん、やり始めることで全然世界は変わってくる、はい、そうですね。でそうすると経済の日経とかあのだ、うん、ね、ワールドビジネスサテライトとかで放送されている内容が、うんうん、あこういうことなんだっていうふうに分かってくる、うん、でその分かった内容を友達とかに話せば、うん、さらにねインプットしたものをアウトプットして、そうですね、どん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 いい循環になっていくじゃないですか、はいはい、でも本当気になるよね、どうして円高になったの、そうそう、どうして円安になったのっていうのをこれ FX やると本当なんかね動きが気になるよね。そうですよね、だからそういうふうに円高円安っていうのがなんでなるのかなっていうのも、うんうん、そうそう、だん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 分かってくるようになる。そうですね、そのニュースをね見続けたりとかしていると、っていう感じでね、ちょっと取り留めなく話してしまって、はい、話しちゃいましたけども途中ちょっと僕のダークサイドが、ね、ちょっとダークサイドが出てね、はい、なんか、はい、でもそう、あのね、あのやったことないのに FX がダメって決めつけるの本当嫌なんですよ、うん、まあね、何もトライ、ね、やったことないだろうと、うんうん、やったことがあったら絶対やめた方がいいなって言えないわけなんですよ、うん、はい、まあね、はい、であの今日僕たちが話したことも、はい、まあ、僕たちの考えで言ってるはおります。まあそうですね、なので、まあ、自分で、まあ、考えて、まあ、やっぱりやりたくないなって思えば、うん、やらなければいいですし、そうですね、やっぱでもやってみると世界が変わるっていうことはお伝えしておきたいなと。それは本当に違いますよね、はい、だからなんて言うんですかね、うん、あの例えばゲームをやるのにいつまでもルールブック見てんの、説明書見てんのってただスポーツやるのにルール説明ずっと見てて試合に出ないとか練習しないとかあるのかなっていうのはあるので、はい、そんなことないですよね、うん、やっぱりやり始めながら、はい、まあ、練習しながら分かることも多いよねっていうところですね、まあ、ぜひ、ね、はい、今日はさらっとですけど、はい、円安円高っていう話、はい、FX の話をお伝えしました。はい、はい、すいません、大丈夫ですかね今日は。今日はね、はい、ちょっとじゃあダークサイドとかカットしてますね、まあ、そんな感じで、はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。森藤大輝と岡山和恵がお届けしました。またね、 See you。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大輝高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。